どうも皆さんこんばんは、野良猫です。それでは鳥類弁護士の事件簿続きをやっていこうと思います。ではですね、やっていこうと思うんですけれども、いや寒いですね。てかすげえ寒い。いやだいぶ冷えてきました。冬っていう感じになってきましたね。前回の配信でですね、すっげえ配信をしてる最中もめっちゃ外がピカピカ光ってたわけなんですけども、配信の最中にね、めちゃめちゃ雷の音が入ってて、後から聞いてもねびっくりしました。すごいなんか爆弾でも落とされたかのようなさあの雷は効果音じゃないですよ。リアルに外で、いやめちゃくちゃピカって、何もうすごい光、外ですごい光が鳴ったかと思ったら、鳴ったというか、まあ光ったかと思えば、あの爆音、それぐらい荒れてるんですけれども。で今日もまあ、今日はまあ今のところは落ち着いてるけど、ひょっとしたら荒れてくる可能性はあるんですけれどもね。停電にならないことを祈るばかりですが、やっていきましょう。7月革命を覚えているか。無論忘れるわけがなかろう。方向暴動、荘園の匂い。あの栄光の3日間。なんか革命、前回の話から革命がどうのこうのという話になってきたよね。時代背景的に、あれ?時代背景的にさ、なんか確かにそういう話にもなってくんのかなっていう。第3幕、眠れる都。今日も仕事をサボるなんてどういうつもりなんだか。毎回こんな始まり方だな。陽気なアヒル邸であの鳥頭がうじうじしてるのを見つけたらガツンと言ってやらなきゃ。あれ?やっと来たんだね。おはよう。おはよう、スパ。ってもう午後2時だよ。ってことは正しい挨拶は、一体どこにいたんだよ、この怠け者を。やれやれ、まだそこまで怒るような時間ではあるまい。カベルネ装備ニオンを取ってくれ。ダメ、ダメ、これから大事な仕事の話し合いがあるんだから、ほろ酔い気分で出かけられちゃ困るよ。頼むから少し休ませてくれ。裁判の日以来、まともに眠れていないんだ。何か考え事?うむ。狼の判事が言っていた革命のことがずっと引っかかっている。ああ、頭狂っぽうな判事だったね。頭狂っぽうな。それに、フランス革命が起きる可能性なんていちいち気にしてたら仕事にならないよ、だと思わない。ああ、君の言う通りだ。気にしたところでどうにもなるまい。君の言う大事な仕事とやらを聞かせてくれ。ん?ああ、そうそう、仕事の話だね。手紙が来てるんだ。パリ警察からだよ。風呂も装飾もごてごてしてるね。確かにご大層な風呂だな。開けたまえ。スパローソン君。君に開封の栄誉を授けよう。では、後本。ファルコンさん。バスティーユ広場の向かいにあるテラスカフェで会おう。相談したいことがある。パリ警察からっていうか、今の流れるように見てましたけど、パリ警察から。ボラーティ警部。それだけだ。随分と簡潔だね。
証拠品箱にボラーティからの手紙が追加されました。へえ、あの人から。警部の相談か、気になるな。パリ警察から？何の話か心当たりはあるの？これ、なんか、むしろ、相談というか、我々がしょっぴかれるという話ではないですかね。いよいよ。いろんなことやってきましたから、これまで。いや、全く。じゃあ、直接会って確かめるんだね。いや。何この、いやって。行くんでしょ、どうせ。一回行ってみるか。いや。いや、そのつもりはない。あの警部は犯罪者の逮捕に取り憑かれたアホだ。どんな提案だろうと興味はない。ここで、なんとか、ビニオンを、出してくれ。そんなことはいいから、ソビニオンを出してくれ。でも、すごく美味しい提案だったらどうするのさ。もしかしたら、みんなで100リットルのワインをできるだけ早く飲み干さねばならんのだ。って言い出すかもしれないよ。誹謗的観測だな。むしろ警察が扱いたがらないお役所仕事に追われている可能性が高そうだ。なるほど。ちょっと我々警察では手に負えません。やってくださいという。それをわざわざこっちに頼むかな。ふーん、提案してもいいかな。警部に会いに行こうよ。もし反則級に美味しいワインをくれるならありがたく受け取ればいい。もしつまらないお役所仕事を命じられたら、ならはっきり断ればいいよ。キリッと言ってやろうよ。ほら。クソ食らえって。そうそう、言ってやろうよ。このクソ食らえ。こう、クソ食らえ。警部って。え？直接？言っていいの？しょっぴかれない？ほら、ファルコンさんも。クソ食らえ、警部。もっと大きな声で。クソ食らえ、警部。ふう、すっきりした。よし、じゃあ面と向かって警部に言いに行こう。あ、でもその前に病院に寄らなきゃ。ん？病院？今度は何を食べたのかね。あれ、実はさ、前回確かに、ね、その病院に運ばれ、病院で治療して、すぐに治ったんですけども、実は、まだ、状態は良くないのかな。違うよ。何も食べてないって。まあ完全に違うとは言い切れないけど。前回の診察料を払わないと。ああ、まだ払ってないのか。なるほど、それはそうだな。もちろん、寄るのは構わんよ。だが、警部の呼び出しに応じるのが先だ。ん？そんな払えるようなお金あんのかなっていうか。そもそも。そんな裕福そうには見えないですからね。バスティーユ。広場。寒寒。クソくらい警部って言いに来ました。ここに。こんな寒い日に屋外のカフェに集合だなんて、どうかしてるよ。警部はなんでもっと暖かい場所を選んでくれなかったんだろう。さあな、この眺めが気に入ってるんだろう。アンシャンレジウム体制下でバスティーユ牢獄を守っていた時代を思い出すのかもしれん。へえ、アンシャンレジウムの頃、ここで、軍務についてたってこと？それであの傷を負ったのかな？冗談だよ、スパローソン君。あの警部もそこまで置いてはいまい。あれ？これは、これは。あれ？警部、ボラーティさんから、呼ばれてきたんですけど、ココリコがいた。これはこれ。セブラン、ここで何をしている？そうカッカするなよ、JJ。俺も警部に呼ばれたのさ。あ、そうなんだ。え？警部は僕たちを集めてどうするつもりかな。フランスでは法律家が警察に協力するのはそう珍しいことじゃない。おそらく警部は総動員を要するような大事件で大役を任されているんだろう。大事件の大役か、面白そうだね。そういえば、ロムルス判事がどうなったのか聞いたか？ああ、どうなったんですか？あの方は。いや、教えてくれ。裁判すら始まらないうちに、脱獄したらしい。監視を買収して逃走したという話だ。え？脱獄？やべえじゃん。あいつ革命がうんたらかんたら言ってたぞ。つまり正義の裁きを免れたわけか。
今のところはな。だが心配はいらん。警察の追跡をいつまでもかわし続けるのは不可能だ。噂をすればなんとやらだ。警察の追跡をかわす、いやでもどうでしょうね。ここの警察あまり信用ならないですからね。うむ、みんな揃っておるな。その件でかな。じゃあボラーティ警部殿、お伺いしてもよろしいでしょうか。ファルコンさんと話してたんだ。昔バスティーユ牢獄を守っててその傷を負ったって本当？私を巻き込むなこのバカ、冗談だと言っただろ。ひなどり風情が無礼な、そこまで置いておらぬわ。この傷はな、18年前の7月革命で負ったのだ。ほう。当時わしは近衛兵だった。下っ端だったがな、硝煙と血の匂いが混じった空気は重々しく。やれやれ、お前たちのせいで長話が始まった。わしらは反乱勢力の防塁に突撃せよ、との命令を受けた。仲間とわしが、銃剣を構えた瞬間、何の前触れもなく、ドーンという音が鳴った。火薬庫が爆発したのだ。仲間は死に、わしは重傷を負った。その時、ふと顔を上げると、ノートルダム大聖堂のガーゴイル像2体の間に、何者かの影が見えた。あれこそ新緑の殺し屋で。広報。実に面白い話ですが、警部。俺たちをここに集めた理由を聞かせてもらいましょうか。まあ、そこですね、まず。おお、そうであった。説明せねばな。よいか。わしがこれから話すのは極秘情報だ。国家の安全に関わる問題なのだな。知っての通り、フランスは今、とある凶悪な一団の脅威にさらされておる。テロリストですね。革命家ですか。まさか、ん？新しガリアが新シガリア？革命家ですか。革命家ですか。そう、革命家だ。パリに革命の嵐が吹き荒れようとしておる。我々パリ警察が気づいたのは数ヶ月前。いや、数年前というべきか。今やどの酒場、どの街角も、デモや、政府転覆を、目論む活動の話で持ちきりだ。陛下は市民集会を解散させ、新聞を、検閲するように命じたが、不満を囁く声は根強く残っておる。当然でしょ。恐れる、怒れる市民から発言の場を奪えば、鬱憤は溜まる一方です。確かに。だからこそ一刻も早く反乱勢力の中枢を見つけ叩くことが肝要なのだ。そのためにお前たちの力を貸してほしい。具体的には何をしろと？市民に聞き込みをする。怪しい場所を見て回る。警察の目を逃れてきた反乱勢力の秘密の会合場所を見つける。といったところだな。はあ。何か手がかりは？一つだけある。反乱勢力がクロックムッシュと呼ばれるものから武器の供給を受けていることは判明しておる。クロックムッシュ。へえ、サンドイッチみたいな動物かな。なんだと？クロックムッシュってホットサンドイッチだよね。チーズにハム。ベシャメルソースを少しかけてさ。金曜の夜なら胡椒を振ってもいいな。サンドイッチの話ではない。クロックムッシュは長年にわたって暗躍しておる危険な武器商の偽名だ。なるほど。とにかくパリ警察が把握しておるな、それで全部だ。それだけ？長年追跡していながらそれしか突き止められなかったのですか？まあそれは言うてやるなよ。検事として警察の捜査に協力するのは当然の義務です。力になれるのは光栄です。何なりと言ってください。おべっか使ってるよ。おお、協力してくれるか。礼を言おう。ココリコよ。お前はどうだ、ファルコン。私はお断りです。実を言うと、警部がなぜ私を選んだのかさっぱりわかりませんね。まあ、ココリコはまだわかると。なぜ私もと。私は被告側弁護士です。訴訟沙汰になった市民のために働いています。反乱者狩りは私の領分じゃない。確かにまあ、そうですね。こっちに言うのはちょっと、どういうことでしょう。わしがお前を選んだ理由か。周りを見よ、ファルコン。腐り切った者、無能な者がはびこっておる。
あなたも含めてですか。判事は血に飢えた狼、監視は泥棒カラス、国家、憲兵隊にいるのは銃剣と、あれこれなんて言うんだっけ、の区別もつかんようなアヒルだ。なんだっけな。この国を守り奉仕するはずであった怠け者や愚か者を見よ。もはや正義の行く末を憂う者はおらぬ。ネギ。あ、ネギか。以前の裁判でわしは失態をさらした。無能な部下に手伝わせた結果だ。あ、なるほど。その失態はあの部下のせいと。だがお前たちは違う。ファルコンよ。フェリシエヌ城とフアン王子の弁護を見せてもらったよ。あ、それを踏まえて、お前が街中を駆けずり回り、熱心に証拠を集め、目撃者に聞き込みを行ったことは聞き及んでおる。はっきり言おう。お前はこの1ヶ月間で警察官の1年分より大きな成果を上げた。無論、わしは別だが。ですが、フェリシエンヌ城は、あ、まあ、それはまあ、気にするな。お前には熱意と信念がある。鳥頭なものか。わしが見るに職務内容は違えど、その二つを備えたお前ならいい警察官になれそうだ。それでどうするのかね。つまらん依頼が来るまで羽をくわえて事務所にこもるのか。あるいはこれを機に大仕事、警察になれみたいな。我々に協力し栄えある国家を凱旋とする動物を捕らえるのか。これ確かにもう弁護士の領分ではないのかな。どうしよう。まあ別にいいっちゃいいんですけど、どうしよう。一回辞退したいけどな、なんか流れ的にさ。どうなんだろう。せっかくですが辞退させてもらいます。せっかくですが辞退させてもらいます。そういうな、ファルコン、急いで答えを出さすともよい。どうすれば考えを変えるのかね。え？何を言っても無駄ですよ。まあ、報酬はどうお考えでしょうかね。私は自然弁護士ですよ。セブランは国から給料を得ていますが、私は違います。政府に協力するのは望むところですが、何らかの報酬を用意してもらいましょうか。ふ、そんなことがもちろん例は考えてる。あ、考えてくれている。前払い金に50フラン。任務完了時に50フランでどうだ。今、所持金が70フラン。ほう。あ、じゃあまずいきなり120フランになって、終わったら、また50フラン。ほう。なるほどね。なるほど。それでは足りませんね。その程度の報酬で私のやる気を変えると思わないでいただきたいですな。わかったわかった。もう少し予算を集められるかもしれない。前払い金70フラン。任務完了時に70フランでどうだ。70フラン。ってことは、140フランで、あ、200超える。ほー。もう一声。もっと払えるでしょう。し、お前がそんな金の猛者だったとはな。やれやれ、本気で釣り上げる気か。前払い金で80フラン。任務完了時に。80フランだ。これ以上ビタ1フランも出せん。受け取るか退くかだ。それで手を打ちましょう。ああ、まあ、お金じゃないんですけどね。合意に至れて何よりです。お金じゃないんですけど。よし、これは約束の前払い金だ。本当に入った？おー。入ってるね。話はここまでにしよう。捜査の重要情報はすでに伝えた通りだ。もらえたね。さっきので、さらに、はした金でって言ったらどうなったんだろう。神出鬼没のクロックムシと反乱勢力の集会場所を探せ。その二つがお前たちの任務だ。
なるほど。3週間後に進捗を確認させてもらう。その時までに成果を上げられるよう期待しておるぞ。これでさ、全然成果上げられてなかったら、こいつ金だけ踏んだくりやがってっていう感じになるでしょうね。JJ、俺は独自のやり方で反乱勢力を追う。いわばこれは一種の競争だ。ちゃんと、ついてこい。見くびるなよ、セブラン。お前が最初の容疑者を捕らえる前に、反乱勢力の指揮官全員を牢に放り込んでやる。行くぞ、スパローソン君。黒クムッショ、捕らえよう。うん。ふ、腐っても猛禽類ですな。けしかけられたら闘争心が湧くらしい。よし、じゃあ事務所で装備ニオンでもあれするか。警部、実りのある会合でした。俺も黒クムッシュの捜査を始めます。そうせくな、ココリコよ。お前にはまだ話がある。え、おい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 、こっちに言ってない話がなんかあるな。どういうこった？うわ、めっちゃいける、いける場所めちゃめちゃある、めちゃめちゃありますけれども、どうしましょうかね。どこから手を出したものか。あ、でもなんかあれですよね、病院でなんか治療費あれするみたいな。まずはそっから、それだけ片付けておくか。え、でもお金入ったしね。ちょうどお金も入ったし、先生は、在院だ。ほら、スパローソン君、言うべきことを言ってきたまえ。う、お邪魔します、ファルレ先生。今日は、お礼を言いに来たんだ。解毒や治療をしてくれて、とにかく、ありがとうございました。医師として、当然のことをしたまで、スパローソン、だったかね。治療費の話がまだだったね。はい。どれどれ、病床1台に、特別に調合した解毒剤の投与が1回分。それに主治医による専門的治療一式で、え、これいくらぐらい？締めて500フランいただこう。全然足らん。全然足らんわ。え？ファルコンさん。今月の給料前払いしてもらえないかな。それとできれば来月も。落ち着け、スパローソン君。先生はきっと話せば分かってくださる。分割払いにしてもらえるはずだ。あ、我々別に定期的に、弁護士ですからね。収入はありますから。分割払いでどうでしょうか。12分割ぐらいで。もちろん、構わんよ。よかった。それなら今の給料でも20世紀までには完済できそうだ。こら、そこまで白球ではなかろう。まあまあ、言い争いはやめなさい。一つ提案がある。ん？流れが変わってきたぞ。君たちは弁護士だそうだね。とある仕事を無償で引き受けてくれたら減額しても構わんよ。例えば、総額100フランでどうかね。まあ払えますけど、払えますけど、なんですか？なんかちょっとその内容にもよりますよね。それならどうにかなりそう。法律関係の仕事ってどんなの？取り立てだよ。時間がかかりそうですね。ただまあ、500フランが100フラン。ああ、面白そうですね。面白そうですね。雲を掴むようなクロックムッシュ、捜索のいい気晴らしになりそうだ。そうだね、先生。詳しく教えて。数年前、軽傷を負って来院した男を治療したのだが、その男が、以来治療費の支払いから逃げておってな。まるで我々のような。普段なら薬金になって請求するようなことはせんのだが、聞けばその男、一発の発明家として名を知られているそうじゃないか。ならば治療費くらいすぐに支払えるはずだろ。彼のところに行き、観念して生産するよう強要してくれればありがたい。でもまあ発明家といえども、お金持ってるかどうかわからんのじゃないか。約束はできませんが、時間があればその発明家の元を訪れてみましょう。ありがとう、ファルコンさん。先生もありがとう。起きてる間は全力で取り立てるよ。待て待て、手伝うとは言っとらん。起きてる間は全力で取り立てるよ。
起きてる間は。あ、追加された。これか。奇妙奇烈な、技師にして、発明家、ギャスターブ・トルーベの工房。まあまあまあ、まだ、あ、まあ行きますか。まあとりあえずでもその確かに、治療費云々かんぬんも問題ではあるから。ギャスターブ、どうぞ。失礼、ギャスターブ・トルーベさんでしょうか。そうだが、君たちは。取り立て屋だ。今日こそ耳を揃えて返してもらおうか。どっちがいいかな。弁護士です。話があってきました。強めな感じで行くか。取り立て屋だ。今日こそ耳を揃えて返してもらおうか。取り立て屋だ。ファルレ医師に資料費を払ってないそうだ。払ってないそうだな。今日こそ何としても払ってもらおうか。おお、いかん。よくもあのメインに迷惑をかけたな。どの口が。観念しろ。さあ耳を揃えて返してもらおうか。そうだそうだ、耳を揃えろ。でなきゃ足を一本ずつへし折ってやる。やりすぎだ、スパローソン君。脳内リハーサルだといけると思ったんだけど、声に出すとアウトだったね。暴力に訴えなくても、金はちゃんと払うさ。あ、払う。払えるということ。それなら結構。フォアムデごっこはここまでにしましょう。と言ったものの、全額を払える持ち合わせはなくてね。あら、困ったな、それは。ウーム、どうしたものか、どうしたものか。おお、そうだ、ちょうど今、あの先生の度肝を抜くような発明品があるぞ。え？それで、あの人が了承してくれるか。外科手術界に旋風を巻き起こすこと間違いなしの一品だ。ファルレ医師は道具よりも現金をお求めでしょう。いやいや、そう言わずに私を信じなさい。こいつには軽く1万フラン、いや10万フランもの値打ちがある。あの先生もきっと気に入ってくださるだろう。本当かな。なるほど、そこまで言うなら分かりました。その発明品とやらを引き渡してください。すぐにファルレ医師に届けます。それがそうはいかんのだ。実は道具はまだ完成しておらん。うわー、厄介だな。かかるな、こっちもな、時間がな。未完成なの。やるべきことは分かっているのだが、必要な材料がなくてな。君たちはいくらか暇そうだな。ひとっ走りして材料を集めてくれんか。いや、暇ではないんだけども。何を無茶なことを。買い物なら自分で行けばいいでしょうが。ファルコンさん、お願いだから手伝ってあげて。死ぬまで返済に追われるなんて嫌だよ。分かった、分かったから、そう慌てるな。まずは必要なものを聞こう。よかった、メモを取るよ。で、必要なものとは？銅の鍋だ。銅の鍋？鍋？ソースパンのようなもので、ん？ソースパンのようなもので構いませんか？一体何のために？携帯用蓄電池を作るためだ。発明の肝となる部品だ。つまり亜鉛板と銅板を硫酸の中に吊るしておくと電流が発生し、科学の話はちんぷんかんぷんです。とにかく金属製の鍋が一つあれば足りるんですね。銅製の鍋が一つだ。ふむ、銅製であることが重要だと。では銅の鍋が一つと、さてどこに行けば手に入るのやら。銅の夜間ならレアールで見たよ。でも結構値が張るんだよな。それなのかな。じゃあ銅の夜間なの、鍋。まあ夜間、まあ一緒か。銅の壺ならどこか他の場所でも見たような気がする。あれ、前回の話の時に確かにあの場所だよね。ティベレの間。それともう一つは紐だ。部品をつなぎ合わせるのに使うから質の良いものがいる。それならすぐ手に入りそうですね。レアールに行けば吐いて捨てるほどあるでしょうから。でもレアールで予算を使い切らなくてもいいんじゃないかな。糸ならお金をかけずに手に入ると思うよ。あ、ほら、上着の糸がほつれてる。これでいいよね。
糸はそれよりも上質なものでなくてはならん。釣り糸のようなものがいい。釣り糸、あれ釣ってたやつをちょっと知ってるんですよね、こっちは。釣り人知ってるんですよね。一回釣られた経験もありますしね。そっか。他にも何か必要なものは？本やお菓子、酒類とか食料品は？いやいや、その二つだけでいい。よし、全部メモしたよ。二つですね。結果二つですね、じゃあ。銅の鍋と糸。はい。これじゃあ、ルーブル、あそこと、あの釣りのやつがいる場所？騙されていないだろうな。治療費を取り立てに来たのに、買い物リストを手に出直すことになるとは。トルーベさんに頼まれたものを集めに行くんだよね。そうだな。いやーでもさ、こればっかりにかかりきになるわけにも、行かないっちゃいかない。あれ？びっくりマークだ。これは行かなきゃ。レコックス。なんじゃなんじゃ。結構だいぶ重要な場面でしたからね、あれはあれで。ココリコ。いい眺めだ。7月革命記念、中がよく見える。おお、ココリコ、来ていたか。クロックムッシュの操作で何か進展はあったのか？それとも別件か？なんか、個別になんか話をされてましたよね、ココリコはね。これを、ご依頼通り、パリ大学法学部の入学生と卒業生が全員乗っている名簿を手に入れました。さすがだな、見せてもらおう。警部、どういうことなのか説明してもらえませんか？目的は何ですか？ふむ。この卒業生一覧を見よ。知った名前はないか？これは、俺がいたクラスですね。1837年度生だ。マヌケな検事、ルパート・ラビントの名前が1846年のクラスにある。法1832年度のクラスには J.J. ファルコンの名前が載っていますね。うむ。では次に1829年度のクラス名簿を見てくれ。何か不自然な点はないか？ん？ちょっと前。JJ の名前がない。ですがそれが一体何を意味しているのかまでは分かりかねます。簡単なことよ。JJ ファルコンは1829年から1832年の間のどこか、つまり、7月革命の直後に名前を変えたのだ。え？おー。それはすなわち、関係してるということ？その、革命に。なぜそ、奴はそんなこと？確かに。なぜなのか。そしてそれで、今回話しかけられたのか？話をされたのか、ボラーティから。ココリコよ。わしもお前も、言う通りだ。ん？言う通り？正義を司る鳥、そしてフランスという国の誇りを体現する鳥だ。ん？あれなんて読むんだ？だがファルコンは？奴は、猛禽類だ。爪を立て、目についたものに襲いかかることこそ、奴の本性。あ、オンドリ？重圧が高まれば、間違いなく本性を表す。あ、なんか疑われてんの？警部、失礼ながらその性格診断には同意しかねます。俺は常々奴のことを、バカ、無能、マヌケだと罵ってきましたが、断じて、悪意のある奴ではありません。ふん、いずれお前にもわかる。他に用は、なければクロックムッシュの捜査に戻りたいのですが、もう一つある。受け取れ。え、銃？拳銃ですか？気持ちだけいただいておきましょう。危険な時期だ。窮地に陥っても、その、乗馬、
ペンだけで身を守れまい。承知の上です。ですが武力に頼ると状況を沈めるどころか激化させかねません。ふん、平和な事態でなければ通用しない理想だな。とにかく持っている。いつかこの銃に命を救われるかもしれん。わかりました。これは預かっておきます。なんだなんだ、ココリコよ、相変わらず見事な働きぶりだな。職務を遂行してるだけです。では失礼。まあでもちょっと不審な、まあ確かに JJ ファルコン、謎はあるわけですけれども、ボラーティはそこを疑っているというところで、まあまあいいや、それは。どういう状況かだっけ。じゃあ、そうだね。まあいろいろ必要だという話の中でしたよね。発明に必要なのが、銅の、鍋だっけ、と、紐。まあなんとなく、ルーブル、あと、ここか。ボンデザール、ここに、釣りのやつがいればいけるかなって感じしますけど。これさ、でもさっきの、そのボラーティさんからの、調査の、あれだと、探偵とかに任せるのが一番いいんじゃねっていう感じもするんだけど。どうなん？これはこれは思いもよらないお客さんだ。いらっしゃい、ムッシュファルコン。それにムッシュスパローソンも。変装も偽装もなしのすっぴんで会うのは初めてだね。失礼、話を始める前に。マウシ、悪いけどお客さんにお茶を出してくれるかい？もちろんでございます、ブルブスさん。もちろんでございます。お二方はどのお茶になさいますか？カモミール、それともダージリンがお好みでしょうか？そうですね。コーヒーをもらえますか？コーヒーをもらえますか？いたんですね。マウジ、そう言わずに、お客さんが紅茶よりコーヒーを好みだからってとやかく言うべきじゃない。どうせミルクや砂糖も欲しがるんでしょう。そうそう、砂糖はスプーン3杯もらえると嬉しいな。まったくこれだから、バカ舌の鳥ときたら。マウジの比例を謝るよ。あいつは温かい飲み物に、もうあるんだ。こだわりがあるなら仕方ないね。大事なことだよ。本題に入ろうか。今日は何の用で来たんだい？いくつか聞きたいことがありまして。そうですね。いくつか聞きたいことがあるんですが。まあ、武装蜂起の噂を聞いたことは。ブルブスさん、武装蜂起の噂を聞いていませんか？もちろん聞いていると思う。近頃はどの酒場に行っても暴動だの、反乱だの、物騒な話ばかりだ。この冬が明ける頃には次の革命の真っ只中というのもあり得るだろうね。ならその反政府活動家たちのことを詳しく教えてください。会合場所を知りませんか？残念だけど新聞に書いてある以上のことは僕にもわからない。政府が大規模な集会を禁止するまで彼らは外で集まっていた。でも集会がなくなっては彼らがどこにいるのか知りようがない。なるほど。他の質問になら答えられるかもしれない。クロックムッシュという名前に聞き覚えは？なんだかそんな美味しそうな名前のクロックムッシュと呼ばれるものの噂を聞いていませんか？サンドイッチの話じゃないよ。残念だけどクロックムッシュ、もしかして闇市場の武器商のことかい？あ、知ってる？どんな違法商品だろうと調達できるって豪語している奴がいるらしい。ええ、探しているのはまさにその動物です。知り合いですか？直接の知り合いかって、まさか、卑劣な奴がいるって噂を耳にしただけだよ。そうでしたか。ならどうすれば見つけられるか心当たりはありませんか？ふむ。
クロックムッシュに直接会うのは難しいだろうね。奴が不用意に正体を明かすとは思えない。何か手はありませんか？わかった。僕なりに調べてみよう。あ、これは来た甲斐あったんじゃない？3日後にもう一度来てくれ。いつどこに行けばクロックムッシュに会えるのか、それまでに突き止めておく。3日後？ 3日後ですね。わかりました。それは頼もしい。ブルブスさん、オンに来ます。もちろん調査費は払ってもらう。調査費？大した額じゃない。たったの30フランだよ。あ、まあでもそりゃ金はかかるよな。まあまあ、30フランぐらいなら。そうね。なんだよそれ。フアン王子の事件で僕たち助けてやったじゃないか。恩義のある動物に対する態度がそれなの。ブルプスさん、ご存知でしょうが、私、これは私的な依頼ではありません。我々は陛下と国のために働いています。確かに。ムッシュ、ファルコン、崇高な目的を掲げるのは結構だけど、僕はここで商売をやってるんだ。狐だって腹は減るさ。30フラン払ってくれたら、確実にクロックムッシュを見つけてあげよう。これが最後のチャンスだ。どうする？わかりました。どうぞ、調査費です。確かに。約束だよ。3日後にまた来てくれ。クロックムッシュの居場所を調べておこう。最新の注意を払ってことに当たるから心配は無用だ。あなたならやってくれると信じています。ありがとう、ブルブスさん。こちらこそ、他に何か聞いておきたいことは。これ3日後っていうのは、今、何日でしたっけ？今が何日でしたっけか、まず。行きたいことはこれで全部。行きたいことはこれで全部です。ありがとう。良い一日を。君たちもね。お茶が入りましたよ、ブルブスさん。お茶が入りましたよ。あ、ごめん。コーヒー入れてくれてたんですよね。残念だけど、もう行ってしまったよ。おや、せっかく用意いたしましたのに。ごめんね。せっかく、ミルクも砂糖も用意してくれたであろうに。ではでは。ではではですね。そしたらじゃあ、ルーブル宮殿、行ってみるか？あ、それとも、こっちか。ルーブル宮殿行くか。そしたら。ごきげんよう、マダム。理性の祭典について少し話をさせてもらえませんか？ん？あれ？あいつって、あれ？前見たことあるやつ？ステファニー。ネズミ子はよそでやってくんな。小さな子供を抱えて、私は忙しいんだ。あれ？見たことあるな、今のステファニー。ネズミ講ではありません。マダム、せめて冊子を受け取ってください。そこのあなたはいかがでしょうか？ジャック・エベールの輝かしい教えをお知りになりたいのでは？あ、ランダ。法カルトですか？今日は遠慮しておきましょう。私はすでに、とあるカルトの一員でしてね。一員だった。ですが、当カルトは、従来のものとは違い、理性の祭典の一員か。おかしいな。あの集団は先の革命で消滅したと思っていたが。ねえ、ファルコンさん、あの動物、どこにでもいるカルト信者だろ。それはそうだけど、あれってどこかで見た顔じゃない？やっぱそうだよね。でも違うは違うよね。ロムルス、確かに見覚えのある顔だ。確かに見覚えのある顔だ。いや、それどころか気味が悪いほど似ている。こっそり様子を見てみよう。まずいぞ、気づかれた。まあでも違う。黙って去っていかれた。待ってください、話があるんです。戻ってきて、理性の祭典の素晴らしさ教えてよ。なんか脱獄したって話だったしね。行ってしまった。あれ？
やっぱそうだよね、うん、僕がおかしくなったわけじゃないよね。あの狼ロムルス判事にウリ二つだと思うんだ。確かにそっくりだった。だが前にも言ったがパリには狼は多い、太郎の空似かもしれん。いずれにせよまだ調べることが残っている。今は事件に集中しよう。そうだね、まずはどこに行こうか。そうですね、そしたら、あ、じゃあまずティベルの間行きましょう。毒バラ事件の調査で来た部屋だよね。どうしてまたここに。数週間前にここで何か見たような気がしてならない。今の我々に必要な何かだったはずだが。壺なんか描写でなかったっけ。そんなのあったっけ。とにかく探してみようか。ん、これじゃない、違う、この壺は、あ、それショコラの匂いがした壺だよ。あの毒の、ああ、だがそれよりも重要なのは素材だ。あの、その壺は銅でできている。どうしてそれが重要なの。ああ、わかった。トルーベさんのお使いか。銅製の鍋を欲しがってたもんね。確かにこれならちょうどいいかも。でもこれ、これさ、持ってくっていうのはちょっと、でもこれ、博物館の展示品だよ。勝手に持ち出したらまずいんじゃない？まずいのか？さあ、まずくないのかな？まずくないんじゃない？まずくなかろう、スパローソン君。博物館泥棒になりたくないか。実はずっと憧れてたんだ。憧れてたよね、そういえば。憧れてたよね。伏線回収された、願ったり叶ったりというわけか。よろしい。壺を上着に入れて隠したまえ。隠せるか、そんなの。僕の上着に入るわけないよ。君はもともと不格好じゃないか。誰も様子がおかしいとは思うまい。失礼だよ。どもの壺が追加されたぞ。ドキドキするね。次はどれをいただこうか。どれもいただかない。疑われる前に退散しよう。絵はどう？なくなっても誰も気にしないような無名の作品なら大丈夫じゃないかな。例えばモナリザとか。そうだ、モナリザを盗もうよ。調子に乗るんじゃない、調子に乗るんじゃないですよ、本当に。じゃあまあいいっすよね、もうね。この部屋の捜査はひとまず終わりだな。これさえあればいいわけだから。一日中ローマ時代の遺物を盗んで過ごすわけにはいかないしね。じゃあ次はどこに行こうか。これ別にまあもう、要は、そうですね。グランドギャラリー。絵をマジで盗むか、じゃあ。まあ絵を盗むって言ってるもん。何も別に、それが必要ってことはないからな。さてさて、誰か聞けそうな動物はと。まずいぞ、どうしよう、またあいつらだ。いやいや、落ち着けエリック、僕に気づくとは限らない。失礼、そこの方、先日お会いしたフーガの心得のないものです。覚えてらっしゃるでしょうか。僕に話しかけてるのか。うーわ、明らかに話しかけてきてるよ。いいか、深呼吸だエリック。いや、よろしければいくつか質問をさせてもらえませんか。ああ、いいとも、構わないよ。外にいたカルト信者は何者ですか。武装蜂起の話を聞いたことは。武装蜂起について何か噂を聞いたことは。武装蜂起って、ああ、特に心当たりはない。怒ったり暴力的になったり、政府を転覆させようとしたり、まあそんな感じのことだよ。困ったな、そういう方面のことはさっぱりわからないんだ。そうですか、お邪魔して申し訳ありません。外にいたカルト信者は何者ですか。外にいたカルト信者は何者ですか。カルト信者って理性の祭典の信者かい。何日か前に声をかけられたよ。あ、声をかけられた。しばらく話したけど詳しく知りたかったわけじゃない。会話を切り上げられなかったんだ。まるで今のように、今のようなこの状況、ちっとも空気を読んでくれなくてさ、この冊子を押し付けられたよ。見せてください。何時己の神であるべし、理性の祭典、入団の手引き書。作者はジャック・ルネ・エベールですか。しかも署名まで残していったんだ。ほらここだよ。新たな親友エリックへ、読書を楽しんでくれたまえ、シルビウス。
緑色のインク。はいはい、緑色のインクだ。邪悪な色だよね。いけすかない男だったよ。あんな奴と親友なもんか。あいつじゃね。じゃあシルビウスか。ともあれカルト信者の名前は判明したわけだな。この手引き書をお預かりしても。好きにしていいよ、持ってたくないし。まだ何かよ。以上です。質問は以上です。ご協力に感謝します。参考になりましたよ。いいよ、気にしないで。すいません、なんかね、話したくないさなかで声かけちゃって。まあついでにトゥイルリー宮廷も行きますか。ファルコンさん、あの鳥どこかで見た。あそうだ、ここで清掃員やってた。そういえば判事に減刑してくれるよう口利きするって約束したよな。あの話はどうなったんだよな。おい、うわ、めんどくせえやつに会ったな。めんどくせえな。う、それはちょっと仕事が立て込んでて、なんか判事変わってたんですよ。人が変わっちゃってて言えなかったんですよ。厄介な事件があって、今も仕事中で。判事に面会する時間なら捻出できそうですが。なんだよそれ。まあもういいよ、あと一週間でこんな冴えない仕事とはおさらばだし。で、何の用だい。紙を探しに来たんなら、今日はおかしな紙切れを一枚も拾ってないからな。そうですか。実はお聞きしたいことがあってきました。協力してもらえませんか。少しなら構わないけど、早めに切り上げてくれよ。何か知ってるかもしれないしね。武装蜂起の噂を聞いたことは。ロベニオさん、武装蜂起について何か聞いていませんか。反乱のことかい。あ、噂には聞いてるよ。大勢の市民が不安を抱えて暮らしてる。どんな噂？具体的なことは何も知らないよ。2月末までに大規模なデモを起こそうとしている一団がいるってことくらいかな。おお、暴動になる可能性もあるとか。分別のあるやつなら即刻パリから逃げ出すだろうね。皆がくちばしを揃えてそう言いますね。ロビニオさんもパリを出る予定ですか。逃げたくてもパリから離れられないんだよ、君たちのおかげでね。とにかく僕はシャッターチャンスを狙う。戦場写真で一山当ててやるさ。あ、頑張ってください。ああ、儲かりそうですね。威嚇戦況を狙えそうですね。だろう。今にチャリンチャリン言わせてやるさ。めちゃくちゃ適当に答えてる感満載だったな、ファルコ。ああ、それ儲けそうですね。で、他に聞きたいことは。頑張って頑張って。外にいるカルト信者は何者ですか。カルーゼル広場にいたカルト信者を見ましたか。ああ、見たと。あいつ今週ずっとうろついててさ。今日は僕に冊子を渡そうとしたから、ゴミ箱の場所を教えてやって。あ、やる。それどこなの。ん？冊子をどこに捨てろって言ったの。あ、なんでもない、こっちの話だよ。ロビニオさん、その男のことを何か知りませんか。例えば素性ですとか。素性だって僕が知ってるわけないだろ。あいつは落ちぶれたカルト信者さ。ルーブル宮殿にはいつもあの手のおかしな奴が集まってくるんだよな。なるほど。で、他に聞きたいことは。まあそんなもんか。質問は以上です。奉仕活動に戻ってくださって結構です。そんなもんですか。特にまあルーブル宮殿を調べるのはこれくらいでいいかな。あー、いいんじゃないですか。もう今はこれでよかろう。そうだね、何か忘れててもまたいつでも来られるし。いつでも来られるならいいんですけどね。これさっきいたよね、ランダー。さっきいたけど、ショコラスペシャリテ。話聞いとく？ようこそいらっしゃいまして。おや、あの時の旦那方じゃありませんか。僕たちを覚えてるの？やっぱり象の記憶力ってすごいんだね。さっきちょっとね、お見かけしたんですけど、覚えておりますとも、質問ばかりでショコラを一つもお買いにならなかった旦那方でしょう。ヘーゲルスラックさん、申し訳ありませんが、今日も聞きたいことがあってお邪魔しました。ご協力をお願いします。
武装蜂起の話を聞いたことは？最近パリで反乱の噂を耳にしましたか？今さら何をおっしゃいますやら、反乱の噂はパリ中に広まっておりますよ。庶民は陰でささやき、ブルジョアは恐れおののいております。そうでしょうとも。直接何か具体的な話を聞いていませんか？いいえ、何も。てんてんてん。クロックムシという名前に聞き覚えは？お客さんが大勢いらっしゃるようですね。商売上、不愉快な動物に遭遇したことは？もちろんございますとも。以前、オランダの山をハイキングしていたところ、熱心なチューリプールに話しかけられましてね。一握りのギルダーどうかを投げつけて、急いで退散しましたよ。ヘーゲルスラックさんの話って本当なのか怪しいよね。でも不思議とホラーでも気にならないや。もう少し詳しく説明するべきでしたね。我々は今、クロックムッシュと呼ばれる動物を探しています。その名前に聞き覚えはありませんか？いいえ、初耳ですな。あー、ここは意味なかったか。特に、ここまでにしておきましょう。うわい、時間を無駄にしてしまったか。ここまでにしておきましょう。やはりショコラトリで反乱勢力の情報を探すのは見当違いだったようです。おや、他のことならお役に立てるかもしれません。他のこと？例えば、ご覧の通り当店はショコラトリでございます。私、噂よりショコラを広める方がはるかに得意でした。ああ、まあそうでしょうね。ええ、そうでしょうね。え？ああ、まあせっかく来たからね。おすすめのショコラ教えてもらえませんか？実は友達に送る箱入りショコラを探していまして、おすすめのショコラを教えてもらえませんか？もしかして、あ、確かに、スパローソンに送るみたいな風に思ってない？スパローソン。その友達って僕のこと、僕にくれるの？お任せを、意中の動物への贈り物を探しなら、トスカーナさんの上品なハート型ショコラはいかがでしょうか？意中のというわけでは。どうしよう、僕、ファルコンさんのことそんな風に思ってないけど、心のこもった贈り物は断れないよ。いや、それは少し使いづらそうですね。どんな場面でも使えそうなショコラはありませんか？なるほど。それならこちらのロンドン産ショコラはいかがですか？滑らかなショコラを渦巻き状に成形したものです。とっても甘くて誰もが病みつきになる美味しさですよ。ふむ。それだよ。僕の好みにぴったりだ。それに決めようよ、ファルコンさん。いや、これ全然スパローソンに、絶対スパローソンにあげるやつじゃないとは思うが。買って。スパローソン君、何をそんなにそわそわしてるんだ。頼むから少し落ち着いてくれ。うん、なんでもないよ。ならいい加減にしたまえ。君が悪い。そのショコラならちょうど良さそうですな。いくらですか？5フランでございます。少々お高いと思われるかもしれませんが、お値段以上の品質をお約束しますよ。まあでも、少し安くしてもらえません？ただでさえ安いでような気もしないでもない。5フランは。わからんが。いや、でも、まあね。こういう店で買うときはさ、やっぱ、値切りとかはさ、やった方がさ、少し安くしてもらえませんか？正義の味方割引を受けられませんか？立派な市民にふさわしい、行為だと思うのですがね。ふむ。そのようなことはいたしかね、ああ！やべ。わかりました。無理を言って。はは、冗談ですよ。もちろんお値引きいたしますとも。私の懐の広さをご理解いただくために、こちらのベルギー産ショコラを無料で差し上げましょう。いかがですか？え？構わないのですか？無料？無料？さすがに無料でとは言ってません。5フランが高いから、多少ちょっと負けてくれればっていう話だったけど、無料でくれんの？それは普通にいい人すぎない。いい人というか、いい像すぎない。もちろんですと。何せ旦那方はお得意様ですからね。お得意様？ここで何か買ったことありましたっけ？僕たちが。ええ、しばしお待ちを。ショコラを包んで参ります。ファルコンさーん。
どうした？一言言わせてほしいんだ。ファルコンさんはいい友達だし、勇気をくれる師匠だと思ってる。一羽の鳥としても尊敬してるし。言っておくが、あのショコラは君のじゃないぞ。え？やだな。わかってるよ。ならいい。確認したまでだ。がっかりだよ、ファルコンさん。お待たせしました。どうぞ。受け取られた方はきっと、お喜びされるでしょうな。あ、でもよかった。ね。無料で。お金、言ってみるもんですね。ありがとう。それと長い話に付き合ってくれて感謝します。はは、何のお安いご用ですよ。さてさて。これまだ3日は経ってないよな？多分。ほんならどこに行くんだったっけ？なんか忘れちゃったのに、なんかいろいろで。もうちょいぐらいだよね。草晴らしをしたいなら、ジャンヌ通りにはマダム・クーネルの酒場に行ってみよう。行きますか。お酒は絶対ダメだよ。ファルコンさんは酔うと面倒くさいんだから。面倒くさい。落ち着いたまえ、スパローソン君。ここに来たのは情報収集のためだ。酒場というのは政府の不満をこぼしたい者が真っ先に訪れる場所。確かに。情報を集めるならここでしょう。つまり反乱の温床になる可能性が高い。そういうことだったんだね。これはでもマジでそうしよう。おや、あんたたち。今日はワインかい？ビールもある。マダム クーネ。申し訳ありませんが、今日はお聞きしたいことがあってきました。クロックムッシュって呼ばれてる動物を探してるんだ。心当たりはないかな？いやー、聞いたことがないね。わかりました。では、常連客が政府の不満をこぼしているのを聞いたことは？そりゃあるとも。うちは酒場だよ。酒場でできなきゃ、一体どこで政治の話ができるってんだい。確かに。では、特に目立ったものはいませんでしたか？そうだね。あんたたちだから言うけどさ、実は2階の談話室にいる2人組が怪しいんだよ。ほう。いやね、その2人組が反乱勢力っぽいってわけじゃないんだけどさ、随分口数は多いし、その割にあんまり酒が進んでないんだよ。あとは察しておくれ。わかりました。十分ですよ。ありがとう、マダム。さて、どこを調べようか。いや、それならもう談話室。で、マドモアゼルに注文しとけって命令されたのは、この二人か。っていうか、この二人だか、この二匹か。そん時だな。どこに保管する気なのかは知らねえけどよ。ピエロ、あの方がマドモアゼル呼ばわりされるのを嫌がるのは知っているだろう。おっと、そうだった。まあ、俺は姉さんって呼ぶからいいけどよ。あれ、待てよ。姉さんは結婚してねえよな。なのになんでマドモアゼルを嫌がんだ。自分で聞けばいいだろう。できっかよ。そんなこと直接聞いたら食い殺されちまう。待て。くちばしを閉じている。何か匂わないか。この匂いは、盗み聞きしている奴らの匂いだ。前にもでも話したよね。旦那、何か用か。イノシシの話してたよね。何の話ですか？クロックムッシュという名前に聞き覚えは？実はある動物を探していまして、待って、ファルコンさん。あれ？ダメ？この二人が反乱勢力の仲間だって可能性は低いけど、ゼロじゃないんだよね。なら真っ向から聞いたら、警戒されるかもしれない。それもそうだな。さりげなく聞いてみる。え？さりげなく聞いてみよう。どこでその領事を手に入れたんですか？どこでその派手な帽子を手に入れたんですか？クロックムシの情報を全部教えてくれ。
これはバカ。これはバカじゃん。これいつもの流れだったらこれスパローソンがこれを聞いちゃうやつじゃないの。ここは起点を聞かせ、いや気力を働かせてみたいな、こう頭を働かせて考えようって言ってドストレートに聞いちゃうっていう流れはいつものスパローソンの流れじゃん。どこでその領事を手に入れたんですか。銃を携帯しているようですな。見ての通りだ。どこで製造されたものですか。まあでも漁師って言ってた気がするよね。いい質問だ。ここいらでは大抵の漁師が古いフランス製のシャルルビルマスケット銃を使っているが、この銃には絵も言われぬ美しさがある。見ろ、アメリカのスプリングフィールドアーモリー社製1812年式パーカッションロック式の銃だ。アメリカ製のマスケット銃ですか。ならば間違いなく大した一品だ。手に入れるのに苦労したでしょう。確かに波の露天商、あ、そっか、武器商って言ってたもんな、その、そいつね、フロックムッシュ。確かに波の露天商ではこの品質は望め。だがその筋にツテがあれば。続けてください。うん。わかった。いいか。お前はこの話を俺から聞かなかった。だが、クロックムッシュに会いたければ。会いたければ?公衆の面前で喋っていいことじゃない。これを受け取れば話は早い。なにこれ、本?指示記?とありますが。何らかの歴史書でしょうか。指示記。表題は重要じゃない。何も聞かずに受け取れ。これが大事。あ、思い出しましたよ。知識は、聖書の書物ですね。動物の町を壊滅させる神の物語だったかと。ありがたく頂戴します。ですが、私は無宗教の身でして。俺もだ。ならどうして、これを。黙って受け取れってんだ、ダボが。俺たちは暗号を伝えるのに聖書を使ってんだ。暗号。ピエロ、いい加減にしろ。俺が伏せようとしているのに、お前がそのでかいくちばしを派手に滑らせてはどうにもならん。ああ、だな。相棒の出現は忘れてくれ。その本を少し調べれば、お前が求める言葉を見つけられるはずだ。調べる?それって宗教絡みの例え?いや、文字通りの意味だ。え、これを調べる?コンテナから受け取った旧約聖書の物語をまとめた書物。とにかくありがとうございます。とは言ったものの、正直なところどうすればこの本で武器商にたどり着けるのかさっぱりわかりませんね。なるほど。ならノートルダム大聖堂に行け。聖書を朗読してくれる親切な修道士がいるらしい。はあ。ノートルダム大聖堂。その本を見せれば彼が特別に霊的な一節を見つけてくれるかもしれん。本当に宗教絡みの例えじゃないよね。回収させようとしてるっぽいけど。断言しよう。俺は宗教とは無縁の動物だ。ノートルダム大聖堂の修道士ですね。ありがとう。覚えておきましょう。まだ何か用か。何の話ですか?何の、え?何の話ですか?ああ、そうだった、そうだった。確かに何の話してたのかっていうのがまだあったね。邪魔をして申し訳ありません。我々が来るまで何の話をしていたのですか。今の話のつながりで何の話ですかって言ったのかと思った。ふむ。説明してやりたいのは山々だが、お前には関係のない話だ。関係あります。反論勢力に入れてください。言ってみる、これ。関係あります。反乱勢力に入れてください。それが関係あるんですよ。我々も反乱勢力と共に戦いたいと考えていまして。もう僕たちが反乱勢力に。あのな、お前ら。待て、ピエロ。俺が話す。お前たちの姿は何度か見ている。俺たちはいわば顔見知りのようなものだ。お前たちの素性はわからんが、目的は捜査だろ。あ。ということは探偵か検事だな。当たらずも遠からずというところか。やべ。それは、やはりな。俺は反乱勢力の仲間だとは一言も言っていない。そんな奴らの話は聞いたこともない。
それにもし俺がお前の想定しているような組織の一員だったとしても、お前みたいな体裁側のやつは、体制側のやつは仲間にできない。そうだろ。うぅ、はっきり断られちゃったね。反体制か。確かに。うむ、他のことを聞いてみよう。要は済みました。ご協力に感謝します。構わねえよ。とうとうとうせえな。お前たちは真っ当な動物のようだ。反乱活動に関わるのはやめておけ。何の用か知らないが、クロックムッシュの剣が片付いたら、パリを出ろ。ああ。いやでもマジでってことはやるってことじゃんね。賢明な動物なら、そうする。ご忠告、痛み入ります。マジでやるっちゅうことじゃねえか。なあ。ここはもういいの？いいんじゃない？で、2月1日だから、2月1日だから、探偵事務所行けばいいっていうことかな？あ、てか、あそこも行きたかったんだ、これ。ポンデザール。お邪魔します、ブルブスさん。いい情報を期待して、来ましたよ。やあ、いらっしゃい。実は、いい知らせと、悪い知らせがある。いい知らせから聞かせてもらいましょう。いい知らせから聞かせてもらいましょう。クロックムッシュに会う方法を突き止めたよ。奴は金曜の夜、マルムゼ通りに現れる。はあ。マルムゼ通りってノートルダム大聖堂の近くの通りだよね。それならすぐに見つけられそうですね。では、悪い知らせは？クロックムッシュは、秘密の合言葉を知らない者とは口を聞こうとはしないそうだ。あれ？これだからさっきの、この、四季？これが、関係してる？残念だけど、秘密の合言葉を特定するには至らなかったよ。なるほど、新たな問題発生というわけですね。悪いけど、これ以上は力になれそうにない。とんでもない。手がかりのおかげで捜索が進展しそうですよ。マルムゼ通りに金曜日か。忘れずに行かなくては。金曜日？今何曜日？それに合言葉なんてきっとすぐに特定できるよ。くちばしの軽そうなやつを見つければいいんだ。さっきのがある意味くちばしの軽そうな。これ以上君たちを引き止めるわけにはいかない。調べることがまだたくさんあるんだろう。助かりましたよ、ブルブスさん。え？あれ？二つ聞いた？二つ聞きました？あ、まあ、どっちも聞いたか、今。はい。え？で、じゃあ。ちょっと今、ぐちゃぐちゃに言ってるけども。なんか。やるべきことは、クロックムッシュのことをあれするのと、あと治療費、うんぬんかんぬんで、発明の、あれに必要な素材を集める。あのノートルダム大聖堂に行くっていう話はしてたね。ポンデザール。行ってみっか。なんか糸が必要なんでしょ？釣り糸。おっと、誰かと思ったらいつぞやの無礼な弁護士かい。あんたおいらに借りがあるんだぜ。確かに、助けてもらってましたね。私があなたに。おい、この前あんたを引っ張り上げたら釣り糸が切れちまった。おかげで新しい釣り糸を買う羽目になったんだぜ。つまり、釣り糸代に2クラン、救助代に100万クランの借りがあるってことだ。
めんどくせえこと言ってんな。たださえこっちはあの今お金、治療費に追われてんだから。100万飛んで2フランも持ってませんよ。そうかい？随分とブルジョワくせえが。よし、じゃあこうしようぜ。釣り糸代の2フラン。それでチャラにしてやるよ。2フラン。あなたに借りはありませんよ。まあ。まあ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 。いや、でも2。ちょっと待てよ。今、まあ、120フランもあんだよね、正直。ただね。いや、でもこれ仕方ありませんね。言っといた方が、なんか。その意図が欲しいんですけども、っていう話に、なっていくかな。あなたに借りはあります。あなたに借りなんかありませんよ。あなたには何の借りもありませんよ。川から私を引き上げたのはあなたの独断ですからね。け、それが命の、恩取りに対する態度かよ。借りを返しに来たんじゃねえなら今日は何の用だよ。まあ、そんなさなかですいませんけど、ちょっと意図をもらいたいんですけど、何の用だったかな？そうだ、聞きたいことがありまして。あれ？そういう話でもないのかな？クロックムッシュという名前に聞き覚えは？クロックムッシュという男は知りませんか？クロックムッシュって男？ねえ。いや、聞いた覚えがねえな。ちょっと待って。買い物リスト、巻き糸だよね。上質な糸ですもんね。にしても変な名前だな。そいつサンドイッチの名付け親か、サンドイッチから名前を取ったのか。同じようなこと言ってる、スパローソンと。さあ、そこまでは。僕の生涯の目標は自分の名前のサンドイッチを後世に残すことなんだ。スパローソン。それは厚切りの白いパンにマヨネーズをたっぷり塗って、チーズ、チキン、ベーコン、薄切りソーセージに蜂蜜、照り焼きソーセージを。やめたまえ。皆を高血圧にする気か。早死にするぞ。釣りの調子は。で、何かめぼしいものは釣れましたか？今日か？いやー、それがさっぱりでさ。新しい釣り糸はすげーいいんだけどよ。餌を切らしちまってな。宝の持ち腐れってわけよ。新しい釣り糸。なるほど。それは困りましたね。ねえ、ファルコンさん。釣り糸なら、トルーベさんが探している質のいい糸にぴったりじゃないかな。確かに。キングリーさん、今日は何も釣れていないという話ですが、その新しい釣り糸を譲ってもらえませんか？構わねえけど、いくら出すんで。あー、そういう話になってきますよね。金ですよね、やっぱね。釣り糸代の弁償の件はもう決着がつきましたよね。ああ、でも、あれは古い釣り糸を弁償したんだろ。新しい釣り糸を譲れってんなら話は別だ。それにオイラは命の恩取りだ。しかもあんたの顔に泥を塗らねえように、蒸し返さねえでやったんだぜ。まあ確かにな。わかりましたよ。仕方ありませんね。で、新しい釣り糸代はいくらですか？10フランだ。10フラン。たかが釣り糸に10フランもするわけがないでしょ。バレたか？ 1 フランだと言いたいところだが、チートばかり値上げさせてもらったぜ。卑怯ですよ。まあそうかもな。そうだ、あんたが新しい釣り糸を用意してくれるってんなら、ただで貸してやっても構わねえよ。新しい釣り糸なんて持ってないよ。ん？釣り餌を？イモムシのようなものですか？餌？ああ、イモムシなら文句なしだ。なんでもいいぜ。で、どうすんだ？釣り餌を持ってくるか、現金払いか。え、釣り餌なんか持ってないよ。そもそも。まあ、払うか。現金で払いましょう。別に、いいでしょう。現金で払いましょうね。じゃあ。くだらないお使いごっこに付き合ってられませんよ。どうぞ、10フランです。毎度、ほら、持っていきな。まあ、これで、でも、得たから。
あれ待てよ。これじゃ糸も餌もね、やべえ、そこまで考えてなかった。いや、早く、立ち去りましょう。こっち、こっちはもうお金も払ったんだ。まあいいか。他にも、なんか言おうか。要は済みました。では釣りを楽しんでください。釣れないですけど。じゃあね、漁師さん。おい、若手と言ってんだろ。まあ、買いましたから、こちらは。あ、待って。2月3日木曜日。さっき金曜日って言ってましたよね。金曜日と言っていたから、明日か。明日、あ、マルムゼ通り。ここね。ただ、その、合言葉。まあ、いいや、ノートルダム大聖堂行こう。ファルコンとスパローソンは、ノートルダム大聖堂の吹き抜け広間にやってきた。崩れかけた外壁の大部分を覆うように足場が組まれている。一握りほどの信者が周りに目もくれず、ひざまずいて無言の祈りを捧げている。ここでなんか、っていう話ですよね。これ。礼拝に来たの？意外と信心深いんだね。バカを言うな。フォンテーヌから聞いた手がかりを追ってきたんだ。謎の修道士とやらを見つけよう。あそこにいる猫背の動物じゃない？絶対そうだ。超怪しいよ。かもしれん。よし、ここは起点を聞か。そこの修道士さん、ちょっといいかな。この展開は見えていた。君の辞書に起点という文字、言葉はないのか？ようこそ、いらっしゃいました。兄弟よ。確かになんか怪しい。この神の家では皆が等しく歓迎されましょう。懺悔しにいらっしゃったのですか？それとも奉仕活動にご興味がおありで？実は、用があって。ファルコンさん、その修道士、気味悪いほどそっくりだよ。あれ？こいつまさか、こいつまさか、あれ？あいつですか？ロブレス？確かに見覚えのある顔だ。そう言われてみれば、そっくりだな。事務所に来る郵便配達、風に。何言ってるのさ、違うよ。それにしても郵便配達風に似てないから、僕の頭がおかしくなってるのかな。お連れの方が随分動揺されているようですな。彼のことはお気になさらず、前に会った判事にあなたが似ているからと、機嫌を悪くしているのでしょう。まあ、実際脱獄してますし、ロムルス判事のことですから。ええ、よく似ていると言われますよ。何せ、判事は、節操は判事の双子の弟ですから。ああ、でもそういうご関係なんですね。やっぱり僕はおかしくなかったんだ。失礼ながらお伺いしたいのですが、ロムルス判事との関係は良好でしたか？ええ、親しくしておりましたよ。ですが知っての通り、兄は先日法を犯しました。ここ数週間は会っておりません。本当かな？そうでしたか。失礼。詮索するつもりはなかったのですが。構いませんよ。ところであなた方はなぜここに？ああ、忘れるところでした。実はいくつか聞きたいことがありまして。なんか前回さ、なんか、ロムルス、ハンチと、こう、会ってるやついたじゃない。あと、なんか喋ってたじゃない。そういう描写あったけど。実はいくつか聞きたいことがありまして。ん？あ、じゃあ、これ見てください。修道士さん、これを見てもらえませんか？四季。これを見てもらえますか？聞くところによると、あなたは特別な一節を読んでくれるそうですね。なるほど。ご自分の詩式をお持ちでしたか。15章11節をお読みになれば、新たな知見を得られるでしょう。15章11節。15章の11節か。その章には神のごとき強さを誇る英雄、サムソンの旅が書かれています。中でもその説では、サムソンの掲げる正義に怒りを覚えた者たちとの対決について記されています。
その説を読んでいただけますかな。わかった。ユダの3000匹はエタムの岩の洞窟に行き、サムソンに言った。ペリシテの民は我々の支配者ではないか、なんということをしてくれたのだと。サムソンは、彼らが私にしたことを彼らにしただけだと言い返した。やられたらやり返す、倍返した。彼らが私にしたことを彼らにしただけだ、名言だと思いませんか。やられたらやり返す。指摘ですね。野蛮ですね。指摘ですね。正義のあり方が見事に集約されているようです。お分かりいただけましたか。嬉しいですな。そう、サムソンは偉大な志士でした。今日のような高座に座って書類とにらめっこしているだけの判事とは、わけが違います。聖なる審判を下す、聖職者の一面を持つ審判なのです。宗教上の指導者は、敬われ、同時に恐れられる存在でした。当時の指導者たちは、己の判断で裁き、己の手で刑を執行したのです。失礼、話が逸れてしまいました。本題に戻りましょう。今日覚えていただきたい言葉は、エタムです。サムソンが身を潜めていた洞穴の名前です。エタム。エタムですね。わかりました。覚えておきましょう。オランダのチーズみたいな名前だね。でもわからないな。その言葉をどこでどう使う？これが、そういうことか。それはあなた方ご自身で確かめてください。あなた方は利発そうだ。正しいものに信仰を捧げれば真実が明らかになるでしょう。できることを考えてみます。他にも何かご用でしょうか？悩みがあればお聞きしましょう。これが、エタム。だよね。合言葉ですかね。あの足場は。一体あの足場は何のために？何か工事しているのですか？ええ、ちょっとした修復と改装ですよ。知っての通り、かつての大聖堂は今よりも美しいものでした。先の革命で理性の祭典によって、大きな損害を被りましてね。ですが今はこうして、当時の、異様を取り戻すべく、修復作業を進めています。理性の祭典がトリスト教の大聖堂に集まったんだよね。ねえ、ファルコンさん、宗教とカルトってどう違うの？失礼だぞ、スパローソン君。宗教とカルトか。母、お構いなく、気になさるのも当然でしょう。どんなイデオロギーであれ、若い方にはちんぷんかんぷんな言葉で飾り立てたように見えるものですからね。そうそう。それなら年を取るにつれて理解できるようになるかもしれませんよ。一部のイデオロギーは生を終えるその時まで報じる価値があるものです。さて、カルトやイデオロギーの話はここまでにしておきましょう。他に何かご用ですか？用は済みました。用は済みました。ご協力に感謝します。兄弟よ、心安らかにお行きなさい。ほう。あ、で？2月4日、金曜日。金曜日だよね。行けばいいってことだよな。他に行けるところ、クリニルテ、パリ司法記、コンシェルジュリー。あー、でもそっか、ここも行きたいところではあるんだけど、でも金曜日ですから、マルムゼ通り行きましょう。調べてくれましたからね。あれかな。間違いない。話しかけてみよう。すみません、そこの方。おや、見かけない顔ですな。合言葉を言ってもらいましょうか。こやつが、クロックムッシュ。合言葉、うわ、これ間違えたらダメだ。エタム。エタム。おや、てっきり鳥頭の警官だとばかり思っていましたが、合言葉をご存知でしたか？それでどんなご用でしょうか？
これでも変にも疑われてたらさ、逆に危ないですけどね。その前にお互い自己紹介をしましょう。あなたがクロックムッシュですね。クロコムッシュです。そうお呼びください。クロコそうか、ワニ。やれやれ、名前を間違える動物が後を絶たないんですよ。違いを聞き取れないや。とにかくクロコムッシュさん、私の名前は。このバカ、本名を明かし合ったらこっそり商売をする意味がないでしょうが、何のための偽名だと思ってるんですか。ご用件だけ伺いましょう。麻薬ですか、銃か、爆発物か、それとも奴隷をお求めで。早く決めてくださいよ。一日中ここにいるわけではないのでね。それが実はですね、本当に欲しいものは、反乱勢力の情報。え、これでいいのか、これでいいのかな。どうなんだろう、これでいいのかね。手の込んだ銃、反乱勢力の情報。反乱勢力に武器を供給しているそうですね。彼らについて知っていることを全て話してください。構成員の素性、会合場所、あなたから何を買ったのか。ちっちっち、客を追ったら評判がガタ落ちじゃありませんか。あー、そうか。あ、まあまあまあ、確かにそうですね。冗談ですよ。誠意というのは金払いのいい相手に見せるものですからね。500フラン払えば奴らの情報を提供しましょう。ここでも500フラン。情報に500フランも、それは少し高すぎるのでは。高すぎるですって。パリ警察なら喜んで5万フランを払う情報ですよ。お買い得だと思うんですがね。今すぐ500フラン全額払えば、いつどこで反乱勢力を見つけられるのか教えて差し上げましょう。これはどうする。あー小切手でも構いませんか。これどうすればいいの、これどうすれば良いのかな。小切手でも構いませんか。小切手でも構いませんか。面白い冗談ですな。ですが小切手はお受けしかねます。ポケットの糸くずもお断りします。使えるのは冷たくて硬いナポレオン効果だけですよ。ん、これはこれは、ち、邪魔が入ったか。ずらからせてもらいますよ。あ、上、クロコ、クロコムッシュクロコムッシュ、待ってください。ムッシュ、クロコムッシュ、まだ用は終わってませんよ。大丈夫、僕があの悪党を追うよ。え、大丈夫、近づきすぎるなよスパローソン君。あいつは銃を持っている。あ、ココリコ JJ、 一体何の騒ぎだ。軽泥ごっこの最中か。お前もここにたどり着いたか。お前の目は節穴か。あいつがクロコムッシュだ。あと少しで反乱勢力の情報を引き出せそうだったのに。いやでもまあどうだったかな。今のはお金が払える感じではなかったけど、お前が気ざったらしく出てきたせいで何もかも台無しだ。ほう、あれがクロコムッシュだと想像していた姿と随分違うな。え、実は偽物？いや、そんなことはないだろう。一応調べてもらったからね、探偵に。逃がしても構わないようだな。誤解するなよ。俺は、よくもまあ、捉えどころのない犯罪者を追ったものだと、感心してるんだ。それよりも差し迫って聞きたいことがある。ああ、これあれじゃない？疑われてたからね、JJ ファルコンは。反乱勢力を見つけることより差し迫った問題なのか。おそらくは。JJ、この質問には真剣に、そして正直に答えてくれ。パリ大学法学部に入る前は別の名前を使っていたのか。なんだと。それが反乱勢力の捜査と何の関係が。それとも何か思うところがあって尋ねているのか。 JJ、 正直に答えてくれ。俺はお前のくちばしから直接答えを聞きたい。違う名前を使っていたのか。え、
どう答えればいいのよ。え、ここ大事じゃない？答えちゃう。ああ。否定はしない。誰にでも名前を変える権利はある。確かに権利はある。だがなぜ名前を変えようとする？その非難がましい口調気に入らんな。ボラーティ警部にそっくりだ。待て、そういうことか。私の過去を掘り返せと警部に命令されたんだな。そういうことですね。答えろ、セブラン。どうなっている？ボラーティ警部に何を言われた？ぜーぜー。あれ、スパローソン。巻かれたか？残念、クロコに逃げられたよ。二人とも反乱勢力の捜査を着実に進めているようだな。警部には俺から報告しておこう。どこへ行く？まだ話は終わってないぞ、セブラン。終わっているさ。欲しかった答えはもう手に入った。え、これまずいかな？じゃあな、JJ。頑張れよ、スパローソン。な、ぜーぜー。何の話だったの？大した話じゃない。セブランが余計なところにくちばしを突っ込もうとしているだけだ。へえ、おせっかいなんだね。そんなことよりスパローソン君の大冒険を聞かせてもらおうか。クロコムッシュを見失ったそうだな。うん。あいつ、ずんぐりむっくりの爬虫類のくせにぜーぜー走り出したら、ガゼル並みに速くてさ、あっという間に見失ったよ。そうだったのか、ウーム。クロコムッシュという手がかりを見失っては捜査は行き詰まりだな。そうね。そうとは限らない。逃げてる最中に、クロコが何か落としたんだ。ほう。何か落としただと一体なんだ？案内するからついてきて。ぜーぜー。何かを落とした。ヒューヒュー。日頃からもっと運動すべきだな。余計なお世話だよ。はひーはひー。大丈夫？大丈夫？いた！いて！いてて！どうしたの？足やった？やれやれ、今度はどうした？筋肉痛か？うん、足が痛くて。靴の中に何か入ってるみたいだ。え？え？今は、くちばし、元を引き締めて耐えてくれ。あの、ん？が何か落としたというのはこのあたりか。うん、この辺りのどこかだと思う。ふむ、ならば、頭を現場検証モードに切り替えて探そう。どういうものかはわからんが。え？あ、ワニ。これですよね、どう考えても。違う？あった！これだよ、これ。クロコムッシュの落とし物だ。紙切れか。マスケット銃が40丁に拳銃が20丁。マスケット銃の火薬が3万発分。これはやばくない？送り先は眠れる、都と書いてある。これは請求書だな。宛名も送り主も書かれていないが、種類と数量から察するに、反乱勢力に当てられたものだろう。でかしたぞ、スパローソン君。これくらい当然だよ。だが眠れる都か。一体どこのことなのやら。寝ぼすけの多い町じゃないかな。だからスペインのどこかかも。スペイン。それが文字通りの町ではないことは確かだ。反乱者が集結している町は特定できている。他でもないこのパリだ。眠れる都は暗号だ。謎かけかもしれん。謎かけか、うん。ふむ。まいたな。うんうん、うなっていても、さっぱり思いつかん。謎かけを解けるものを見つけよう。謎かけを解けるものっつったら、あらゆる様式の謎かけに精通した動物がいい。え、そんなやつ？知ったかぶりが得意な動物ってこと？その通り。ひとまず、今は保管しておこう。あいつかね。クロコムッシュは他にも何か落としていそうか？他には、落として、
荷馬車だ。いや、台車か？荷馬車じゃないのかな。ほら、車体にシャレットって書いてあるよ。持ち主の名前じゃないのか。シャレットさんのシャレット、シャレが効いてるとは言えないね。やれやれ。やれやれ。玉ねぎの山が吊るされている。玉ねぎの山なんて言わないよ。玉ねぎの、ん？さが新しい表現、あ、正しい表現だ。玉ねぎの束は、束なら何でも使えて便利だろう。玉ねぎ連合体は？わかった、その話は終わりにしよう。玉ねぎの群れとか、しつこいぞ。しつこいぞ。ここはもう調べるところがなさそうだ。そうだね、見落としがありそうならまた来よう。誰が詳しそうかねっていうところ、誰が詳し、あ、びっくりマークついてますよ。ラ・リオンヌ。あ、レムス修道士、マドモアゼル、部屋はお気に召しましたか。ボーモー、その呼び方はよせ。失礼しました、マダム。それでいかがでしょうか。この部屋でこと足りそうですか。こいつらが革命を起こそうとしている。暗くて狭いし、少々不気味だな。だが問題ない。あ、これなんだっけ鳥獣だっけ。それは鳥獣。地上の出入り口は見張りを雇い、24時間体制で見張らせております。ご安心を。浮き子に近づける者はおりません。答えろ。我々は正しい道を歩んでいるのか。頂上。頂上だ。もちろんですとも、マダム。流血なくして革命はありえません。考え直す気はなさそうですな。無論だ。私の望みはただ一つ。この国の腐り切った支配者どもに正義を突きつけること。その時が来れば。あ、私が引き金を引く。やばいじゃん？このままだとやばいじゃん。ねえ。そんな中で、そんな中で、この発明家のところに行っちゃっていいんですかね。一応でも集まりはしたよね。トルーベの工房。どうぞ。おお、君たちか。必要な材料は手に入ったかね。ええ、要望通りの糸と銅の鍋を持ってきましたよ。見てください。一つは盗品です。これは一体どこでこの壺を手に入れた？博物館の展示品のような風格だが。深くは考えないでください。必要な道具がなかなか見つからなかったので、調べ回って代用品を見つけてきましたよ。この通りの先に、紐や鍋のような日用品を安く売っている雑貨屋がある。てっきりそこに買いに行くものだと思っていたが、お金をあまり使いたくなくてね。まあ構わんよ。少し待っていてくれ。装置を組み立ててくる。まあ凡人はそういう、そこで買うでしょうね。我々クラスになると、この通りです。見たまえ。これぞ我が技術の粋を集めた傑作。ギャスターブ・トルーベのミッケル・トリンである。商標登録済み、特許出願中。なんかシチュー鍋に引っ掛けるキッチントングみたいだね。確かにここまで程度の低いチンケな品を見せられるとは拍子抜けだな。こっちは博物館の展示品まで持ってきたね。なかなか危ない橋を渡りながら来たわけですけれども。ふむ、実演してみせるのがよかろう。しばし待たれよ。てかこれをさ、あの医者がさ、納得してくれるかどうかはまだわかんねえんだから。ねえ、ファルコンさん。どう見てもガラクタだよ。あんなもののために僕たち、お使いで時間を無駄にしたってこと、言わないでくれ、スパローソン。やはり最初の印象通り、ただの古代妄想郷だったか。道理で精神科に通院していたわけだ。だができてしまったものは仕方ない。隙を見て帰るぞ。
それまではギャスターブさんの機嫌を取るんだ。損切りだと思うしかあるまい。僕の医療費はどうなるの？待たせたな。では実演して神聖よ。二人とも覚悟はいいかね。驚きのあまり砂肝を抜かれるかもしれんぞ。古本、ここに一枚の肉がある。これを兵士だと思ってくれ。わかりました。この肉が兵士ですね。変な形だけど美味しくなりそうな兵士だね。次にこの小さな鉄片だ。これをマスケット銃の弾丸だと思ってくれ。さて、我らが兵士くんが戦場をほっつき歩いていると突然バン、兵士くんが撃たれた。マスケット銃から発射された弾丸が兵士くんの体にめり込んでいる。僕怖いよ。今狂言みたいに鉄片を肉に叩き込んだよね。急げ。君たちは衛生兵だ。兵士くんは負傷し、その命は今まさに尽きようとしている。さあどうする？え？絵なんですけど。さあどうする？さあどうする？手遅れです。彼は言ってしまいました。口移し式蘇生法を試しましょう。口移しで息を吹き込むしかありませんね。僕がやるよ。やめろ。そうじゃない。なぜ肉を食おうとする？肉が食いたかっただけだ、スパロー様。私が期待していた答えは外科手術だ。大抵の衛生兵なら外科手術で肉を切り裂き、弾丸を取り出そうとする。そこまで言うからにはトロイベさんはさぞかしいい方法をご存知なのね。そう考えているのだろう。そう考えているのだろうと言われても、いえ、私は別に。そこでこの装置の出番だ。刮目せよ。これぞミッケルトリンである。こうして電源を入れて検出部分を肉片にかざすと、何これは、機械音ですか？なんかヤバそうな音が鳴ってるんですけど。うむ、ミッケルトリンの部品電磁石が鉄片を検知すると装置が振動して小さな音を出す。驚きましたね。大した発明品だ。肉に埋もれた金属を検知する装置とは恐れ入りました。そんな装置は聞いたことがありません。そうだよ。でもどうして戦場での手術に限定するの？埋もれた財宝を探せるんじゃない？確かに。それなら大金持ちになれそうだ。そう焦るな。話はまだ終わっとらん。君たちはまだ装置の機能の半分、つまり見つけるところしか見ておらん。お次は第二の機能、取り出すだ。いや、これ取り出すっつってもこれ、今のはまさか、グレープフルーツの種を吸い出すみたいに弾丸を取り出せたよ。見よ、迅速かつ的確に肉片から鉄片を取り出したぞ。どうだ、実に革新的であろう。あ、でもこれやると、でも肉は全然美味しくなさそうだよ。爆散してるじゃないか。うーむ、どう言えばいいのか。トルーベさん、あなたは奇妙を着てるやつで、なかなかにおっかない動物ですが、発明品の出来は認めます。その道具をファルレ医師に渡して価値を判断してもらいましょう。とりあえず渡すしかないですね。そうか、ありがたい、実にありがたい。かの名医ならきっと認めてくださるだろう。お腹が空いたな。途中でステーキをつまんでから事務所に戻ろうよ。ダメだ。それはダメだ。我々はそんなに時間は残されていない。ででだ、病院に行けばいいのか、これ。じゃあ病院に、行きましょうか。秘密図書館っていうのもあるんですけど、前も行きましたよね。まあ、でもこれ持っていけばいいもんね。病院行きますか。おお、戻ったか。それで治療費を回収できたのかね。それが、トルーベさんは金を全く持ってないようです。代わりに極めて実用性の高い装置を先生にと差し出してくれましたよ。さあ、これどうかな。どうぞ受け取ってください。トルーベさんは先生に使ってほしいそうです。これは
トルーベさんはミッケルトリンと呼んでいました。外科手術界に革命をもたらす装置だとか。すごいですよ、これは。仕組みはよくわかりませんが、肉片と金属片を貸してもらえれば実演できるかと。ファルコン君、スパローソン君、わしは君たちに債権の回収を頼んだはずだが、数日かけて受け取ったのはこのおもちゃだけかね。取り立ての話はなかったことにしよう。忘れてくれ。弁護士に頼んだわしがバカだった。ひてれつな発明家がおとなしく金を返すと思ったのもとんだ見当違いだ。ちょっと待ってください。おもちゃは好きにするといい。帰ってくれ。あ、いいんですか。治療費はいいんですか。じゃあ、じゃあ治療費の減額は。先生、減額はどうなるの。あ、言っちゃった。これは残念だが減額は諦めた方が良さそう。マジか。ああ、向こう一年の給料が返済に消えるのか。まあ、でも、それで、やろうと思えばやれんのか。じゃあ次はどうしようか。武器商と反乱勢力の捜索に戻ろう。やれやれ、つまらんお使いに、貴重な時間を費やしてしまったな。あ、そうですか。うわ、じゃあこれ何？他で関係してくんの？ってことは。そんなような状況に陥るということですかね。要するに。そうね。秘密図書館。来ますか。あの司書さん、謎かけは好きかな。あ、謎かけ、あ、そうだ。謎かけ。それはそうだろう。師匠といえば謎かけだ。あ、なんかでもそんな感じの人いたかも。人というか、やつ。それはちょっとベタすぎない。ベタだろうがなかろうが、その展開に期待するしかあるまい。真相を究明できるか否かは、あの有識者氏にかかっている。あ、ほら、礼儀仮面をかぶって、師匠さんがすぐそこにいるよ。はあ。そうか、そんなやついたな。ごきげんよう、ドロミオと、ドロミオ。ごきげんよう。今日もこうして会えて光栄です。ドロミオって誰？お聞きしたいのですが、謎かけはお好きですか？もちろんだと思う。口が2個、耳が4個なのに、話す量が聞く量の2倍もあるものは。なんて言ってました？今。今、もう覚えてないです。なんて言ってました今。なんと。答えはお前さんらだ。図書館に来るなりピーチクパーチクと喋るよって。片時もくちばしを閉じとらん。はは、なるほど。よくできた謎かけですな。笑え、スパローソン君。彼に取り入るんだ。ひえへへへ。静かにしろっつ話じゃない。図書館で。どうしたんだ、その笑い声は。ごめん、作り笑いは苦手なんだ。やれやれ。おためごかしは結構。お前さんの手に余る謎かけを解こうとしてるようだな。仕方ないから聞いてやろう。ほれ、言うてみ。実はその通りでして、お聞きしたいのはですね。もしパリである場所を眠れる都と呼ぶなら、それはどこでしょうか。眠れる都とな。聞いたことのない地名だな。わかりますかね。溶けたぞ。何？さすがロバ。本当ですか。嘘をついてどうする。簡単な謎かけではないか。眠れる都と呼ばれる場所は多々あろうが、パリでその名にふさわしいのは一箇所だけだ。ふむ、その場所とは。言っとくけど、僕たちは答えを知ってるからね。君が正しい答えにたどり着けるのか確認してるだけだよ。いらないの、そういうの、スパローソン。よーく考えてみよう。日がない一日眠っているものばかりの街といえば、これスペインって言いそう。わかった、スペインだ。もういいのよ、それは。真面目に答えろ、スパローソン君。スペインは都市じゃない。だがロバンさんがスペインの首都マドリードを示唆しているのは間違いない。あそこはいい街だが眠くなる。スペイン、それにマドリードだとお前さんらの鈍感ぶりには呆れてものが言えん。いいかね、眠れるは比喩だ。
文学史において最も古くから使われてきた強い結びつきを持つ比喩だ。それが意味するところは死である。死、死者の都、つまり眠れる都が意味するところは死者の都、ネクロポリスだ。考えよ、じっくり考えてみよ。生類のちっぽけな脳みそを必死に働かせてみ、パリにネクロポリスはあるのか。え、ありましたっけ。あります、ありましたっけ、ありましたっけ。やれやれ、ここまではっきり言わねばならんとは嘆かわしい。地下納骨堂だよ。この町の地下には2キロ近くにも及ぶ地下堂が巡らされていて、おお、そこには何百万匹もの遺骨が納められとる。他にもまだ質問があるんだろう。ええ、はい。地下納骨堂について教えてください。地下納骨堂の歴史をかいつまんで説明してもらえませんか。やれやれ。前世紀末、パリは墓地で溢れ返っとった。それはそれはひどい有様だったらしい。土地を開けようと国王ルイ16世は古い遺骨を掘り返し、市内にある遺棄された坑道に移すよう命じなさった。こうしてかつての坑道は大した手間をかけずに、だが長い年月を経て地下納骨堂へと生まれ変わった。へえ、じゃあありていに言えば数千匹分の遺骨を納めた墓地なんだね。数百万匹分のだな。地下道の広さを見くびってはならん。中に入る方法は？確かブルジョワたちは娯楽で地下納骨堂を巡るそうですね。うむ、20年ほど前は地下納骨堂巡りが一世を風靡しとった。なんだ、お前さんら地下納骨堂に行きたいのか？ならチートばかり遅かったな。都会、教会がつい最近入り口をすべて封鎖したばかりだ。おー、どうして教会が？信じるも信じな、信じまいもお前さん次第だが、墓地を観光名所にするのは不謹慎だと判断したそうだ。確かにそうかも。入り口をすべて封鎖できるとは思えませんね。いくつか手つかずのまま残っているのでは？あったところで一般大衆には知らされまい。わかりました。え？教会。おかげで用はすべて片付きました。ご協力に感謝します。そりゃ、よかった。眠れる魅力が本当に地下納骨堂のことなら入る方法があるはずだ。地下道なら町の下水道に繋がってるんじゃないかな。繋がってる入り口を探してドボンと飛び込めば、薄気味悪い骨の都に直行できるかも。名案だ、スパロソ君。セーヌ川に繋がってるかもしれん。泳ぐことになりそうだが。このたわけ、お前さんら、お前さんらも遺骨になるのが関の山だ。どうしても地下納骨堂に入りたいなら、封鎖責任者に聞くのがよかろう。死んだ動物たちのことを？はあ、教会だ。そこならまだ封鎖されとらん出入り口を把握しとるだろう。ああ、はい、教会。あ、そっか。なるほど。そこで聞けば、いいわけですよと。ノートルダム大聖堂ね。ノートルダム大聖堂。あれ？あら？いるじゃないですか。またルーブル宮殿に忍び込んだのか。いい加減にしろ。誰かに見咎められたらどうする。危険を犯すのはよせ。だが正しい言葉を広めねばならん。それには味方は多ければ多いほどいい。これ以上陰でくすぶってはおれぬ。闇に身を潜める日々を終わらせよう。圧政者に拳を振り上げねば。そうだ、忘れぬうちに万年筆を返しておこう。またなのか。自分のものはどうした？なくした。不注意が過ぎるぞ。細かいことを言うな、弟よ。弟よ。父上の夢を阻む奴らを排除せねば。やっぱ、そういうことだよね。こいつだよね。
そうだったな。そういえば我らの計画にくちばしを突っ込もうとしている小鳥がいる。奴は危険だ。このままでは秘密を暴かれかねん。わしに始末しろと。目的を果たすためだ。すでに罠を考えてあるだが。罠？今ちょうどここに来ようとしてますよね。っていうか、ち、誰が来る？隠れろ。おや？またいらしたのですね。今日はどんなご用件でしょうか？何か悩み事でも。今いましたよね。実は聞きたいことがありまして、パリの地下を走る納骨堂をご存知ですか？地下納骨堂ですと。行こうなると思わないのが身のためですぞ。あれはおぞましい呪われた場所です。わかってます。ですが、教会の責任で入り口を封鎖したそうですね。だから、教会関係者だけが知っている秘密の、極秘の出入り口があるんじゃないかなって、思って、極秘の出入り口とは面白いことを思いつくものですな。そういえば前にも同じことを聞きに来た鳥がいましたよ。え？我々以外にも？ええ。昨日、オンドリが訪ねに来ましたよ。あれ、ココリコか？背筋をピシッと伸ばした偉そうなオンドリかな？それとも、眼帯をつけた仏頂面のオンドリだった？前者ですな。賢治と称していたかと。とにかくその者と同じ助言をして差し上げましょう。ひとたび地下納骨堂に踏み込めば、二度と生きては出られませんぞ。理解していただけましたかな？いえ、あまり。実感が湧きませんね。とにかく、地下納骨堂への入り方、入り方を教える気はなさそうですな。教えるものですか？さしてください。あなたには用のないところです。そろそろ失礼しますよ。説教の準備をせねば。参ったな。また行き詰まりだ。ここまでにした方が良さそうだな。警部に報告したら今日は切り上げるとしよう。待って、あの修道士が警告してる隙にポケットからこれをくすねたんだ。本当か？というかまたやらかしたのか？手癖がますます悪くなってるぞ。まあいい、吸ったものを見せてくれ。何者だ、スパローソン。これだよ。あれこれ、万年筆か。これがあの修道士のローブディ。さっき、あのやりとりしてた。うん。面白い。いや、それどころじゃない。すごいぞ、スパローソン君。ロムルス判事が使っていた万年筆と全く同じじゃないか。緑色のインクまでお揃いときた。ふーん、ロムルス判事とレムス修道士が一本の万年筆を共有してるってこと？それとも、二匹とも全く同じ万年筆を使ってるのかな？まあ、繋がってるということ、ですよね。そこまではわからん。だが何かの役に立つのは間違いない。大事に持っておこう。ほうほう。とはいえ、まだ突破口を見つけたわけじゃない。私の直感が修道士は怪しいと告げているが、とっ捕まえて吐かせるわけにはいくまい。修道士から情報を引き出せそうにないね。他のことも調べているうちにひょっこり手がかりが見つかるかも。そうだな、行こう。あれ？一箇所しかもうない。ノートルダム大聖堂のそばを走る黒い路地。マルムゼ通り。いたぞ。ん？何ですか？あいつだ、あのオンドリが黒く虫を打ちやがった。思えばさ、今回はあれだね。そうじゃん。最初のなんかそういうの、今回法廷絡んできてないもんな。反乱勢力の全容解明にかなり近づいてるようだな。クロックムッシュを撃った。ぐずぐずしている暇はないぞ、スパローソン君。奴らまであと一歩というところまで来ているんだ。そうだね。出かける前に手紙だけ確認しておこう。またチラシか？違うみたいだよ。これは、
ココリコさんからだ。セブランから読んでくれ。スパローソン君、あいつが何のようだ。これまさか、なんかそんな予感がするが、 JJ、 もしこの手紙がお前に死体なく届いたら、俺は反乱勢力に捕らえられたか殺されたということだ。なんだと。昨晩警部から反乱勢力が深夜にマルムゼ通りでクロックムシと取引をするという知らせを受けた。はいはいはい。物陰から監視するつもりだが、この手の任務は危険を伴う。無事を祈ってくれ。それであんな結果になったということかな。これが俺からの最後の手紙になるかもしれん。ならば褒め言葉で締めくくるべきだろう。ファルコン、お前はいい友達だし、素晴らしい弁護士だ。今まで散々けなしてすまなかった。元気でな、セブラン・ココリコ。これって本当に？そんなわけないよね。きっと何かの罠だよね。間違いない、セブランの筆跡だ。ココリコさんどこにいるのかな。わからん。どうして一人で行っちゃったんだろう。わからん。でも助けに行かなきゃいけないよね。取引は昨日の時点で深夜らしいから、今は午後10時ということはまだ無事かも。昨日の時点で深夜、あ、じゃあ今ぐらいということかもな。はっきりとは言えん。ほらファルコンさん、しっかりしてよ。まだ間に合ううちに急いで動き始めなきゃ。でもなんかもうやばいことやなってたよ。スパローソン君、嫌な予感がする。実は僕もなんだ、おっかないことが書かれてたよね。いや、君は分かっていない。セブランはまだ生きているだろうが、間もなく死ぬだろう。我々にできることはない。ファルコンさん、正気なの？言ってみなきゃ分からないよ。いや、分かるさ、確信がある。我々はしくじった。何？なんかミスっちゃったってこと？どこかで間違えたか、何らかの重要証拠を見落としたか、とにかくセブランの運命は閉ざされてしまった。負け犬の泣き言は聞きたくない。マルムゼ通りに急ごう。手がかりが見つかるかもしれないよ。何この感じ、嫌な予感。嫌な予感しかしない。まあ、行きましょう。ん？どういうこと？さっきなんか事件起きてたよね。スパローソン君、しっかりついてこい。ぜえ、ぜえ、ぜえぜえ言ってる場合じゃない。ココリコが最後に目撃されたのがこの辺りなら、手がかりが残っているはずだ。そうだね。なんか、クロコムシが撃たれたみたいな話でしたよね。血だまりだ。まだ新しい。ココリコさんの血かな。あのトンネルに向かって引きずった跡がある。トンネルの先はセーヌ川だ。あえて推理するなら、昨晩ここで誰かが殺されて、死体は急いで川に捨てられたというところか。だが血のついた足跡が何組かある。一部は消えかけているが、一行は大通りの方に向かっているようだ。ほう。じゃあ撃たれた動物はまだ生きてるってこと？どうかな。足跡の行き先を突き止めよう。ノートルダム大聖堂。ここか。あれ？足跡がノートルダム大聖堂に続いてる。そのようだな。どうなってるんだろう。用があるときに限って修道士がいないね。今は修道士のことは置いておこう。結婚が行き着く先を見届けるんだ。待って、ファルコンさん。これ以上深追いする前に警察に知らせるべきだよ。それは確かに。いや、賢明じゃない。どうなんだろう。警察は信用できない。いや、賢明だな。それが賢明だな。それが賢明だな。君は一旦引き返して警察官を見つけてくれ。私は結婚を追う。そうはいかないよ。ファルコンさんを置いていけるもんか。この先に何が、あるいは誰が待ち構えているかわからないんだよ。
あ、見て、あの道、まっすぐ下に続いてる。え、結局警察に。ああ、腹減った。いつになったら休ませてくれんだよ、あのオウム野郎。口うるさいったらありゃしね。ん？あれ？後を辿ってみよう。あれってコンシェルジュリーの監修のクワックだよね。何してんだ？クワークだ、ボンクラども。新人があったとは、意外ですね。なわけねえだろ、転職したんだよ。民間の警備員ってのは刑務所の監修か、はるかに給料がいいんだぜ。急いでいるので手短に説明します。足跡を辿ってきたところ、あなたの後ろにある扉の向こうに続いているようです。通してください。後ろの扉だ？バカ言ってんなよ。あの先は地下納骨堂だぜ。行きたかねえだろ。地下納骨堂。それに行き方が分かったところで通すわけにゃいかねえな。俺はな、ここを守ってんだ。誠意を持って警備の仕事に就くって契約だからな。つまり賄賂をよこせと賄賂をよこせと言ってんの。ビンゴ、なんかあんだろ。え？拳をくらえ拳を、あ、でも、あ、でもどうなんだろう。あのさ、一応箱入りショコラはあるんですけど、まあ、金をやるという手もあんのか。ちょっと贈り物、一日中立ちっぱなしで疲れたでしょ。何か食べるものが欲しいのでは。ってことは何か持ってんのか。このショコラどうでしょう。これをどうぞ。お、いいもん持ってんじゃねえか。くれ、今すぐよこせ。では通っても構いませんか。ああ、行って構わねえ。すぐ後ろの扉だ。止めやしねえよ。簡単だぜ。ちょろかった。これ無料で手に入れたものだしな、しかもな。その扉の向こうが地下の納骨堂ですか。随分と単純ですね。ああ、そんなもんだろ。書棚の裏の隠し出口でも期待してたのかよ。小説じゃあるまいし。ほら、行った行った。け、とことんバカな奴らだぜ。松明すら持たずに真っ暗な迷路に飛び込んでいきやがった。え？さてぞ、迷ってのたれ死ぬか、おっかねえライオン娘に見つかって撃ち殺されるか。どっちにしろ俺の知ったこっちゃねえや。ん？真っ暗か。ファルコンとスパローソンが扉を開けると、奈落の底へと続くかのような石造りの螺旋階段の上に出た。確かに真っ暗。とにかく奥へ向かおうか。二人は階段を下り始めた。うわ、不穏な感じになってきたね。地下道は暗いものだけど、ここは異常だよ。顔の前にかざした指先すら見えないんだ。一歩ずつ慎重に進もう。何にも見えない。確かに明かりがないっつうのは。あれが最後の一段だったようだな。あとは曲がりくねった地下道が続いているだけだ。タバコを吸おうかな。僕がタバコを吸うってことは、まずマッチを持ってるってことだし、マッチがあれば進む方向が見えるはずだよ。え、持ってんの？持ってます。それにほら、健康にもいいし、気分も落ち着くだろうし、しっかりしろスパローソン君。僕は正気だよ。それとも上着をほどいて糸にしようか。この先が行き止まりでも糸をたどれば戻れるようにさ。なるほど、妙案だ。テセウスとミノタウルスのようだな。そういえば、ここにミノタウルスなんていないよね。悠久の頭に、ん？悠久の体なんて。ブル、おっかない生き物だな。いるわけが、いや、なんでもない。ここの壁は隙間があるようだ。分岐しているんだろう。明かりとかのやつってなかったっけ？ちなみに。これは明かりにはならない。弾丸を取り出す装置。万年筆。左の通路からわずかだが風が流れ込んできてる。右の通路は少し空気が淀んでいるようだ。ええ。
風が流れてきている通路に進もう。風は開口部から流れている可能性がある。左の通路に進もう。この壁やけにデコボコしてるけど、どんな、石材でできてるんだろう。言いたくないがスパローソン君、それは石じゃない。え、じゃあ何なの。ここは墓地だ。ということは、ひえ、僕棺桶がポツンと置いてあるだけだと思ってた。そんな、まさか壁中が骨だなんて。しっかりしろスパローソン君、セブラの命がかかってるんだ。そうだね、集中するよ。むしろじゃあこれ明かりつけない方がいいというかつけたらすごいことになってるってこと。ふむ、また分岐点らしい。暗くて目がおかしくなってるのかな、それともあっちが正しい道なのかな。光が見える。いや、私にも見える。確かにあっち側に光源があるようだ。あ、じゃあ光に向かって進みます。あ、ちょっと明るいよ。だんだん明るくなってきたね。指先が見えてきた。でももしかしたら出口に近づいてるのかも。それなら骨折り損。静かに。声かな。話し声だな。目的地まで、もうすぐだ。ファルコンさん、怖くないの？怖いに決まっているだろう。うわ。やっば。なんかやっば。いたぞ、奴らだ。もう一度聞く。ボーモン、名前は何という。あれ？ん？警官か？それとも、憲兵か？ハケ？鶏。姉さん、一晩中痛めつけてんのに、こいつ、ちっともくちばしを割りやしねえ。おだてても、拷問しても、まるで反応がねえんだ。いい加減正義とやらをやっちまっていいんじゃねえの。正義か、ふ。お前たちのくちばしから、その言葉が出るとはな。お、やっと泣きやがった。俺の正体を知りたいだと、いいだろう、教えてやる。セブラン・ココリコ、重罪院の検事だ。くちばしを開いてくれて嬉しいぜ、セビーちゃん。だがな、スパイに隠れ家を嗅ぎ回らせるわけにはいかねえんだ。じゃあ前置きはここまでにして、俺が。待て、こいつはただのスパイではない。検事だから。いや、10年前私の父を断罪した男だからだ。うっへ、マジかよ。最初は不遜で自分こそが正義だと思い込んでいる態度を見て、もしやと思った。だがこいつの名前と肩書きを聞いて、疑念は確信に変わった。鶏を覚えているか。1835年の冬にお前が裁判にかけた家を失ったライオンのこと。父親の名前はジャンだ。ジャン・ボーモーが父の名だ。罪状は、父の罪はただ一つ、飢えたこの腹を満たそうとしたことだ。父は八百屋の屋台から野菜を一山奪った。だが断じて私利私欲のためではない。子を養いたい一心だった。だが警官に目撃されていた。お前のように傲慢な本取り警官にな。当然父は牢獄に放り込まれた。法廷に引きずり出された父を、私は傍聴席から見つめていた。お前の歯に衣着せぬ物言い、今でもはっきりと覚えているぞ。この男は泥棒だ。この男は悪党だ。厳罰に処すのがふさわしいとな。お前は父が罪を犯さざるを得なかった理由を少しも考慮しなかった。犯罪者を牢獄送りにするという欲望に取り憑かれていたからだ。これ言ってましたね。10年前か。まあだから今ではだからそういうちょっと考え変わってるんだけど。ココリコ。父は禁錮5年の刑を言い渡された。そして3年目に獄中で死んだ。父を思い出したか。マドモアゼル、俺は長い検事生活で数え切れないほどの事件を担当してきた。
だがパン泥棒のことを思い出そうとは思わん。この腐れ畜生、所詮我々は虫けらも同然ということか。幼い子が路上で餓死しようとも、お前は数さえこなせれば満足なのだろう。答えないのか。罪を認めたも同然だな。セブランココリコよ、第二共和国の民がお前に裁きを下す。第二共和国、数々の陰謀を企てた罪、黒子ムッシュ殺害の罪。黒子ムッシュ殺害の罪、そして我が父ジャン・ボーモー殺害の罪で有罪とする。法有罪が確定したのか。マドモアゼル、俺を殺して復讐という、毛質を晴らしたいならなりふり構わずに撃てばいい。だがな、この暴虐の場が正義の法廷を模しているなどと一瞬たりとも怒らないでもらおう。正義の法廷だと矛盾も甚だし。トリオ、お前に正義の何がわかる。レムス修道士、この男に最後の権利を読んでやれ。喜んで。ファルコンさん、とにかく手を打たなきゃ。いや、まずい、めちゃくちゃまずい状況ですけど、これどうするの。とにかく手を打たなきゃ。なんとか言ってよ。なんとか言う。ええ、どうなのこれ。どうなんだろう。いや、でも確かに今やばい状況ではある。うわ、どうしよう。どうしようかな。一回様子見て、見てもいいかな。なんかあえて沈黙を守るっていうのがあるのが気にかかるよね。沈黙を。いや、でも怖えな。怖えは怖えんだけど、沈黙を守る。今すぐ動かなきゃ、ココリコさんが死んじゃうよ。え、やばそう。声を上げますか。上げましょう。このままだと、ん？ああ、私が行く。僕も行くよ。ダメだ。君はここを出て警察官を見つけてくれ。憲兵でもいい。私が時間を稼ぐ。時間を稼ぐ。ファルコンさん。時間を稼ぐ。わかった。すぐに助けを呼んでくる。時間を稼ぐとな。最後に言いたいことは、さっさと血に、汚れた引き金を引いて終わらせろ。待ってくれ。待った。待て、そこまでに知ってもらいましょう。弁護士です。私は弁護士です。その男の言う通り、まるで、体裁のなっていない裁判ですな。証拠はない、弁護はない、事実の検証もない。あなたたちは路上から彼を引っ張り込んで、偏見と思いつきだけでその命運を決めてしまっている。一応ここは法廷を模してはいるんですよね。んだとこの鳥頭、何者だ。私はこの男の被告側弁護士、JJ ファルコンです。まさかのこの状況下で、JJ、何の丸だ。被告側弁護士だぞ。閉じ狂ったこと言いやがって。あるいはスパイかもな。こいつは以前俺たちの会話盗み聞きして、やばい。そうだよ。確かに、そうだけど、信用ならない。皆さん、そう言わずに私の話を聞いてください。そう言わずに私の話を聞いてください。レムス修道士、フォンテーヌに、いや、この二人じゃない。レムス修道士に訴えかけますか？どうなんでしょう、これは。レムス修道士。レムス修道士、あなたは神に仕える身だ。このような集団暴行は教義に反するのでは。いえ。何も問題ありませんよ。聖書は暴力の話だらけですからね。ヨシアはエリコの町を略奪しました。エフードと獅子たちは冷酷な暗殺者でした。サムソンは死ぬまでに何千匹も殺害しました。
確かにそうですが、それは旧約聖書の話です。イエス・トリストなら何と言うでしょうね。トリスト。トリスト。彼は言うでしょうな。私は平和をもたらすために来たのではない。剣をもたらすために来たのだと。マタイによる福、印書、10章34節にそう書かれています。そうですか。わかったか、ファルコン。この男の死は避けられない。ダメじゃん。フランスを良くするには、正義の名のもとにこの男は死なねばならない。正義だとまだ言うか。マダムよ。あなたの素性や立場を知ろうという、つもりはありません。ですが、この男を今すぐ射殺しても正義を執行したことにはなりません。あなたの復讐心を満足させるだけです。正義と復讐か。一体何が違う？正義と復讐。公正さです。正当性です。適正な手続きの有無です。公正。これは、公正さです。公正さです。正義は被告側に弁護を受けるチャンスを与えるものです。そうすることで両者は平等に扱われます。父は平等に扱われなかったぞ。ならばこの裁判をきっかけにあなたがいい動物を目指すべきでは？あれ、聞いてくれたぞ。マダム、まさかこのような異教徒の言葉を真に受けるというのですか？いいだろう、ファルコンよ。お前のやり方で証明してやろう。これより、クロコムッシュ殺害について正式な裁判を取り行う。クロコムッシュの殺害に関しての。理解していただけて何よりです。では私は事務所に戻って必要書類を準備しましょう。ふざけるな。見えすいた罠にはまるものか。裁判は今すぐここで取り行う。今ここで、まさかこの納骨堂でですか？我々には他のどこよりもふさわしかろう。判事が必要だな。俺に任せてくださいよ。遠慮しておこう。我々が作ろうとしているのはサーカスではなく法廷だ。へい。そうだな。お前は見張りの様子を見に行け。これ以上スパイに迷い込まれてはかなわん。かしこまり。マダム、拙僧が力になれるやもしれません。軽傲な動物ですから。いいだろう、レムス。お前が判事をやれ。私が検事を務める。では、陪審は。失礼ですが、あなたの仲間に公平な判断は期待できませんね。周りを見ろ。我々は数え切れぬほどの死者に囲まれている。彼らが陪審だ。ああ、そういう？比喩としてならともかく、実際の意味において。実際にというが、お前が説得せねばならないのは私だ。その、鳥が無罪だと私を説得してみる。そういうわけで銃を持つのはこの私だ。こちらは準備が整っているようですな。古本、被告長、セブラン・ココリコの裁判を再開する。始まった。被告長はクロコムッシュを冷酷な方法で殺害した罪に問われている。何も知らんやん、これ。でも。マダム・ボーモ、事件のあらましを説明してください。何も知らんのですが、こちらは、昨日の真夜中、マルムゼ通りで2発の銃声が鳴り響いた。2発。2発ですね。ピエロの知らせを受けて我々は警察に先んじて現場に到着することができた。現場では我々の盟友であったクロコムッシュと呼ばれる男が己の血の海に横たわっていた。遺体を見下ろすようにして、殺人犯のセブラン・ココリコが凶器を手に立っていた。確かに別にさ、その、ココリコが、撃つ理由がないというか、ね。
クロコムッシュ。では犯行の様子を直接目撃したわけではないと、犯行後の現場を目撃したのですね。そうだ。だが仲間の一人が事件の様子を目撃していた。姉さん、この鳩が地下道をうろついてやしたぜ。うわ、僕は鳩じゃないよ。え、感情には変わりねえや。今すぐ死刑しちまうぜ。処刑しちまうぜ。待ってください。彼は、官報ではありませんよ。私の仲間です。お前の仲間だと。ええ、助手です。その証拠に彼は私のカバンや仕事道具を持っています。ファルコンや、他にも手下を潜り込ませていないと信じていいのだな。ええ、彼だけです。ならばそいつを私の視界からつまみ出せ。ファルコンさん、スパローソン。大丈夫だ。大丈夫。どうした？納骨堂に他にも誰か潜んでる。え？誰かがいる？物陰から僕たちを監視してるみたいだよ。反乱勢力の仲間か。わからない。でも、僕を見てびっくりしたのか、これを落としたよ。これは、政治集会用の冊子か？カルトの手引き書。あれ？あいつか？じゃあ見回りに戻らせてもらうぜ。そうせくな、ピエロ。お前は犯行の様子を見たと言ったな。ヘイ姉さん。なら検事側の象徴として最初に証言をしろ。かしこまり。誓いだかなんだかってやんなきゃならねえのか？必要ありませんよ。あなたを信頼しておりますから。昨夜目撃したことを説明しろ。かしこまり。この目ではっきり見たさ。クロコムッシュはマルムゼ通りでさっさと仕事してるところだった。そこにこの凶暴な、オンドリが銃を手にやってきやがった。バーン、いきなり鳥が銃をぶっ放し、クロコの旦那は地面に倒れ込んだ。クロコの旦那は最後の力を振り絞って自分の銃を抜いた。で、バーン。撃ち返したよ。撃ち返した。はっきりさせておこう。先に撃ったのはココリコだな。ヘイ姉さん、間違いね。撃って、で撃ち返して。それからどうなった？みんながってのはフォンテーヌ、レムス。それに姉さんがすぐ近くの大聖堂にいんのは知ってたから、助けを求めに走ったよ。俺が現場を離れて全員で戻るまで1分くらいだったんじゃねえかな。そこで私も死んだクロコムッシュと殺人犯、セブラン・ココリコをこの目ではっきりと見た。ピエロ、証言ご苦労だった。お安いご用で。いいか、ファルコン。確かにピエロは切れ者ではない。ま、そうだな。だが、骨の髄まで正直者だ。彼の証言が真正であると、命をかけて保証しよう。私も彼の正直さを疑うつもりはありません。ですが、反対尋問をさせてもらいます。反対尋問？レムス、なんだそれは。拙僧は法律の専門家ではございません。一族では兄の役目でしたゆえ。思うに、ファルコン目の目的は無駄な質問を繰り出し、我らの時間を無駄にすることでしょうな。いや、ちょっと待ってください。目的はピエロの証言を精査し、その真偽を検証することです。では、質問させてもらいましょう。もちろん質問は事件に直接関係することに絞ります。無意味な時間稼ぎなのは明らかですと。マダム、裁判を打ち切りましょう。ダメだ。反対尋問とやらをさせる。だが先に警告しておく。私を煙に巻こうとしても無駄だ。煙に巻く？時間稼ぎのための茶番だと少しでも思わせたら、その時点で裁判を打ち切る。はっきり言ってやろうか。お前がココリコの靴のサイズやクロコムッシュの下着の色を聞き始めたら、堪忍袋の方が切れると思え。
なるほど。はい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 。そんなこと聞くやついますねえ。この裁判の最中にさ、そんなことをさ、肝に銘じておきましょう。そんな裁判ダメよ。質問したい証言を選んでください。はっきり見えたぜ。クロコムッシュはマルムゼ通りで仕事の最中だった。そこに、オンドリ野郎が、拳銃を持って現れて、ズドン。いきなりぶっ放しやがった。はい。先に、撃った。クロコの旦那は通りに倒れたが、最後の気力を振り絞って銃を取り出すと、バーンって撃ち返した。いきなりぶっ放した。はっきり見えた。はっきり見えたんですか？本当に？そんなにこう、明るい頃ってわけではないわけですから、はっきり見えた。気な臭いですね。はっきり見えたと言いましたね。気な臭いわけではないですけど。決めつけてる感ないですか？ちょっと。ああ、この目でな。犯行が行われたのは真夜中ですよね。そう。暗いんじゃないですか？ピエロ、思い出してほしいのですが、犯行が行われたのは真夜中ですよ。しかも2月の曇りで、月のない夜。現場は明かりのない路地裏です。それが何だってんだよ。暗くて何も見えなかったはずです。暗くて何も見えなかったはずです。ふざけんな。誓って俺はこの目で見たものを見たってんだ。待て、ファルコン。今のは失言だったな。え？明かりのない路地裏といったが、マルムゼ通りに街灯があったのをはっきり覚えている。おお、そうだそうだ。俺たちはルミエールに住んでんだ。どの通りにもガス灯が立ってるぜ。マダム・ボーボーの言う通り、マルムゼ通りには街灯が設置されています。あー、そうか。ですが、あの状態では何の役にも立たないでしょうね。え？あの状態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 とは？うわ、なんかあったのかな？なんかあったのかな？あの状態？いや、わからん。あの状態とはどういうことだ？あの状態って？いや、わかんない。ダメだ。これを見てください。俺が街灯が壊れた理由を説明できるとでも全く理解できんな。いや、それはその間違った証拠。いや、ひょっとして調べ足りてないパターンかな。なんかそういうさ、ことを、なんかそういうニュアンスのこと言ったもんね。うむ、取り違えてしまった。うわ、そっか。てか、あそこちゃんと調べてない。確かに。からかっているのか感心しないな。説明しろ、ファルコン。なぜマルムゼ通りの街灯が壊れてると思った？え、なに？チャンスを与えてくれてんの？え、なんかあんの？いや、ないよ。説明できないよ、これ。なんか、調べたらあったのかな？
ダメだない。これを見てください。これで街灯が壊れた理由を説明できると全く理解できんな。いや、それはその。え、これ何？これどうすんの？これ。え、これどうすんの？これはどうすればいいの？こういう場合は。こういう場合はどうすればいいんだろうね。ミッケルトリン。え、これどうすればいいんだ。証拠がない、ないんだがっていう場合はどうすればいいの、これ。持ってるってこと？何か。え、どういうこと？なんかあんのかな？地下納骨堂。え、万年筆。いや、違うだろうしな。わからん。何、積んだ。積んだんですけど。マダムよ、こやつは悪あがきをしております。同感だ。筋の通らないヘリクツはもうたくさん。終わった。ファルコンよ。仲間への敬意あふれる姿は称賛に値しよう。お前は無謀にもライオンの、巣穴に飛び込み、勇気ある振る舞いを見せた。だがお前はこの、鳥が無罪だと、納得のいく説明ができなかった。マダム・ボーもどうか。黙れ。お前の望みは叶えてやった。我々は裁判の場を設け手続きに従った。そして今、そこの鳥に正式に有罪が下されたのだ。証拠ならもっとたくさん。しつこいぞ。裁判は終わりだ。うわ。セブラン・ココリコよ。第二共和国の民がお前に判決を下す。陰謀。クロコムッシュ殺害。そして我が父、ジャン・ボームを殺害の罪において有罪とする。マダム、お願いだ。JJ、もういい。これまでのツケが回ってきたんだ。いや、ちょっと待ってくれ。その今の、いやでも多分ねえよな。なぜ街灯が、多分、いや、確かに、まあ、心当たりがないかって言ったらその、なんとなく、そこの調べは甘かったなっていう認識はあるんですよ。その、あの状況、そんなにそこが大事になるような気しなかったから、なんか、なんとなくの、調べ方しかしてない、買ったんで、なんかあったかもね。こんな終わり方でいいわけないだろ。神聖共和国の名のもとに、反乱勢力の手で殺されるなら悪くない。ロベスピエールには十分な最後だ。セブラ。ああ！ここに行こう！セブラン。やりやがったな。ピエロ、遺体を片付けろ。へーい。私たちも殺すのか。殺す必要がどこにある。お前たちは何も悪いことをしていないのだろう。ならば処刑どころか裁判にかける理由もない。慈悲を与えるのも結構ですが。この庭を解放すれば警察にすべて報告するでしょう。我々の立場が危うくなります。そんな、誰にも話さないよ。くちばしを閉ざしてろって約束する。そうだよね、ファルコンさん。と言われましても、裏切りそうな者の言葉を信用するわけにはいきませんな。マダム、フランスの未来のために、この庭は即刻処刑すべきです。大した神のしもべだよ。認めたくないがレムスよ。お前の言うことには一理ある。悩ましい状況だな。ちょっとお待ちくださいよ。ふむ、どうすべきか。よし。お前たちに選択肢を与えよう。二つのうちから選べ。一つ。私が今この場でお前たちを撃つ。それは嫌ですね。双方にとって望ましい展開ではないが、場合によっては仕方あるまい。もう一つの選択肢は。仲間になれ。
仲間？神聖共和国を実現するには法律家の力がいる。お前たちの技量は申し分ない。え？仲間になれ？僕たちの技量？新しい法律を、そうする者がいる。国際社会で神聖共和国の地位を宣言する書類も必要だ。それに、この国を腐敗させた官僚どもを起訴できる者に協力してもらわねばならん。どうだ？栄えある仕事だと思わないか？え？これどういうこと？つまり、それって首相を起訴するってこと？それとも国王？詳しいことは後で話す。差し当たって今は答えを聞かせてもらおう。どうする？え？あー、まあそしたら仲間になってみるじゃん。わかった。君たちと働こう。よし、これで口頭契約は成立だ。それでこれからどうする？ピエロとフォンテーヌがお前たちを陽気なアヒル店に連れて行く。私はまだ仕事が残っている。2時間後にそこで落ち合おう。念のために言っておくが、2人がお前たちを監視している。逃げられると思うなよ。もちろんだ。逃げはしないよ。なら話は終わりだ。フォンテーヌ、先に行け。心を得た。来い。え、何この展開。卑劣な弁護士を信用するとは、正気とは思えませんな。今この瞬間も、殺された仲間の復讐を企んでいるかもしれません。いや、私は彼らを信じる。裁判を通してファルコンの思いが伝わってきた。彼はひたすらに争いを鎮めようと、暴力を避けようとしていた。随分と甘い考えだ。とはいえ、それこそ我々の革命に必要なのだろう。あ、そう。ですが、奴らはあなたを裏切りかねません。奴らが反旗を翻すような愚行に出れば、その時は後悔させるまでだ。え？何これ？このまま続いていくんだ。へぇー。全然こっちが、え、これこういう、え、これが、結局こうなる流れだったのかな？こうなる流れだったんですか？まあいいか。まあ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 、じゃあこのまま進んで、行きましょうかね。まあどういう、革命をするということですかね。反乱軍。そこに、組みする感じになりましたね。え、じゃあまあ、今回はここで。あ、いや、どうしようかな。いや、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。